バーバー、助けて。もしかしてリオちゃん、どうしたの？閉じ込められた。かくれんぼでもしてるのかな？違うよ。いつもみたいにママのスマホでバーバと文字の打ち合いっこして遊びたいんじゃないの？ママが燃えてる。え？ママが熱い熱い助けてって言ってるの。本当に？何かの見間違いじゃない？リオもう5歳だよ。見て違うくない？パパに助けを求めて。すぐ行くわ。パパはダメ。どうして？パパがやったの。私を閉じ込めてどこかに行った。嘘。お願いバーバ、ママが死んじゃう。ママはバーバの子供だよ。バーバに似て強いから大丈夫。本当？うん。それにおまわりさんにもお電話するからきっと助けてくれる。それはダメ。どうして？パパがお外で見張ってる。逃げたんじゃないの？そうだけど、おまわりさんが来たら全部パーになるから皆殺しにしてやるって言ってた。そんな。だからダメ。絶対にダメだよ。わかったわ。バーバすぐ行くからね。待ってて。私は上着を着るのも忘れ、急いで娘の家に行きました。30代の仲睦まじい夫婦に5歳の娘がおり、一見幸せそうな家族ですが、私は娘の夫である高幸さんのある秘密を知っていたのです。孫の言ってることが本当なら、それが原因で起こったことでしょう。娘宅は我が家から車で10分の距離。私は娘から預かっていた合鍵で勢いよく扉を開けましたが、室内はしんと静まり返っており、一通り辺りを見回し窓から外を確認しようとした次の瞬間、頭にものすごい衝撃を感じ、私はそのまま意識を失ったのです。2日後。母さんと連絡が取れないんだけど、何か知らない？知らない。いつも返信遅いのに今日は早いね。ああ、たまたまだ。本当に母さんのこと心当たりない？ねえって、お前の親のことなのに俺に聞いてどうすんだよ。なんか冷たくない？関係ない、俺に聞いても時間の無駄って言いたいだけだ。でもね、近所の奥さんが2日前の夜に焦って家に行く母さんを見たっていうの。だからほら、私あの日同窓会で帰り遅かった上にスマホを忘れて行ってたじゃん。すぐ忘れ物するくせ、直した方がいいぞ。置き場所決めるとかいろいろ試してるんだけど直らないんだよね。いっそのこと貴重品は全部首から下げとけば。財布もスマホも家の鍵も？さすがにやばいでしょ。冗談だよ。あ、じゃあ仕事戻るわ。あ、待って待って、話の途中。え、なんだっけ？母さんのこと。同窓会の日もしかしてうちに来てて、あなたが対応してたんじゃないかなって。そんなことあったらお前に報告してる。そうだよね。お母さんあんまスマホ使わないじゃん。電源切れたまま放置してるだけじゃねえの？前はそうだったけど、去年お父さんが亡くなってからは寂しいのかよくリオと LINE して遊んでるでしょ。そうだっけ？あなたもよくリオに見て見てって言われてるじゃないの。ああ、そう言われてみれば。リオからいつ LINE が来るかわからなくて、スマホは肌身離さず持ってるって言ってたのに、全然連絡取れないから心配なのよ。考えすぎだって。そうだといいけど、母さんももう還暦だし、急病で倒れてたら怖いから一応実家まで行ってみる。ダメだ。なんで？今日は雨だろ。お母さん家まで車で10分とはいえ危ない。独身の頃から SUV 乗り回してあちこち旅行してる私にそれ言う？結婚して家庭に入ってからは保育園の送迎と買い物くらいしか乗ってないだろ。そうだけど。どうしてもって言うなら俺も行く。あなたの仕事が終わるまで待ってられないよ。事情を話して今から2時間だけ抜けさせてもらう。だから家で待ってろ。でも
とにかく待ってろ。いいな。ああ、わかった。数時間後。やっぱりおかしいよ。何が？母さんのこと考えれば考えるほど納得がいかないの。さっきお母さん家で確認してきたばかりだろ。おかしなところは何もなかったじゃねえか。でも母さんはいなかった。出かけてたんだよ。上着も着ずに？は？玄関のカバン掛けに愛用してるコートがぶら下がってた。急いでて忘れたんだろ。まだ2月だよ。今日は雨で冷えるのに。じゃあ他のコートを着ていったんじゃないのか。スマホが繋がらないのは？家の中にはなかったし、持ち歩いてるはずでしょ。お母さんお前と同じで忘れっぽい性格だったよな。電源を入れ忘れてんじゃねえの。おかしいのはそれだけじゃないんだよ。まだあんのか。うちの窓際に置いてあったサボテンが倒れてたの。だから？あそこ日当たりはいいけど、今は工事の音がうるさくて昼間でも窓は開けないし、リオが届く高さでもない。サボテンに無関心のあなたが触るはずもないから、どうしてかなって。たまたまだろ。そうかな。だいたいうちの中のことなんてお母さんとは何の関係もないだろうが。そうなんだけど、いつもと違うところがあると、それが全部何かのサインで母さんがとんでもない事件に巻き込まれてるんじゃないかって思っちゃうの。考えすぎだ。え、じゃあリオの防犯ブザーがなくなったのも偶然かな。え？ GPS 付きの最新のやつ、家のどこ探しても出てこないんだよね。リオがどっかで落としたんだろ。そうかもね。後で GPS で探してみる。ダメだ。え、なんで？もし変なおっさんが持ってたら、お前の電波を拾ってうちの居場所を突き止めるかもしれないだろ。そんなことできるの？今時そのくらい当たり前だ。知らなかった。リオが狙われたら大変だし、その防犯ブザーは諦めて新しいのを買え。分かった、そうする。じゃあ俺は仕事に戻るぞ。うん、ただでさえ抜けてもらったのに邪魔してごめんね。まったくだわ。もうお母さんのことは放っておけよ。翌日。うちがもぬけの殻じゃないか。一体どういうことだ。どういうことだと思う？え？どうしたの？何のつもりだ。悪い冗談はやめろ。あら、なんで？せっかくだからお話ししましょう。おい、ユキ！無駄よ。あの子には私が一騎打ちで決着つけると言ってあるから。こんなはずない。そこにいるはずがないんだ。お前は絶対に偽物だ。リオちゃんになりすまして私を家に呼び寄せ、頭を殴って気絶させた。今頃は貸しコンテナに放置して息絶えてるはず？嘘？なんで？知ってるのかって？私が紛れもなく本物だからよ。どうして？なんで？何がどうなってんだ！私の娘はあんたが思うよりよっぽど賢いってこと。ユキが助けたのか？どうやって？あの子が防犯ブザーに GPS がついてるって聞いて、あんた慌てて私のところに来たわよね。そうだ。でも全身探したけど、そんなの持ってなかっただろう。でもユキはあんたを尾行して場所を突き止めていたのよ。は？あの子言ってたわ。あんたの言動がおかしくて絶対に何か隠してると思った。だからわざと誘導するようなことを言ったって。じゃあ GPS は嘘？そんな高度な防犯ブザー見たことないですって。あいつ。じゃあもしかしてサボテンがどうのこうのってやつも俺を動揺させるために？あの子が一番引っかかったところね。雪以外誰も触らないサボテンが倒れてたことがよっぽど不審だったそうよ。俺は倒れてたことすら気づかなかったってのに。普段関心がないとそんなものでしょうね。くそ。あの子はあんたを追ってコンテナの場所を突き止めてから私を助け出してくれたの。俺がブザーを探しに行った時はもうくたばってただろ。
息絶えたふりしてただけよ。あちこち触られるのが本当に気持ち悪くて、顔にゲロ吐いてやろうかと思ったわ。吐くもんねえだろ。ツッコミどころそこ？ちゃんと脈とか確認しとけばよかった。命がけの大芝居だったわ。バレたらとどめ刺されると思うと怖かったけど、ちょっとワクワクもしたわね。あの状況で楽しめるって、大鉄のメンタルかよ。そんなことない。ずっと心細かったし、ユキが来てくれた時は助かったんだって思って泣いちゃったもの。ちょっと待て、鍵もないのにどうやって開けたんだ。警察に通報してコンテナの管理人を呼んで開けてもらったそうよ。え、もう警察が知ってるのか。すでに被害届は出してるし、容疑が固まり次第逮捕されるんじゃないかしら。冗談じゃない、逮捕なんてごめんだ。私を葬り去ろうとしといて何寝言言ってるの。あれは違う。何がどう違うのよ。ちょっとしたいたずらで。こっちは3日以上も飲まず食わずでひどい脱水症状で命が危険だったのに、いたずらで済ます気？でも今も元気だし。孫の結婚式を見るまでは絶対にあの世には行かないって夫と約束したの。だから生き抜いたし、医者もびっくりするくらい早く回復してやったわ。それなら俺の思惑通りだ。は？一度窮地に立たされることでより長生きできるってどこかで聞いたので。ふん、どこで？ああ、それはもう忘れたな。でもお母さんのためを思ってやったことなんだ。そんな言い訳が通用すると思う？本当だって。嘘ね。私があんたの秘密を知ったから口封じをしようとしたんでしょう。何のことかさっぱりわからない。2週間前の夜、私が友達と飲食店にいたら、隣のボックス席から大きな声で会社のお金を横領してるって話が聞こえてきた。知らない。相手は友達かしら？大声で犯罪自慢なんて程度が低いわねと思っていたら、お会計の時にあなたがその部屋から出てきてびっくりしたわ。俺は何も知らない。ゲーって顔したってことは、自分でも大きな声で喋ってる自覚があったってことね。あの時あんたが弱みを握ったぞって顔でにやつかなければこんなことにはならなかったんだ。あら、知らないんじゃなかったの？うん。それに失礼ね。私は社交辞令で会釈しただけよ。嘘つけ。そのネタで俺を脅して金を巻き上げようと思ったくせに。会社に報告するつもりだったわ。それならもっと早くに言ってるはずだろ。ユキに話してからにしようと思ってたけど、なかなか機会がなかっただけよ。は？娘の将来にも関わることだもの。先に言うのは当たり前でしょ。俺はずっといつバレるのかとビクビクしてたのに、全く音沙汰がないから俺を脅す気だとばかり。勝手に私を悪人にするなんて失礼しちゃうわ。どっちにしたって俺の家庭を壊す極悪人だ。くたばって叱るべきだろうが。それはあなたでしょ。自分の罪を隠すために妻の母親を消そうとするなんて、それこそ極悪人のやることじゃない。俺はただ家庭を守りたかっただけだ。なら最初から横領なんてするんじゃないわよ。それは家計を支えるために仕方なくやったことで。仕事で大きなミスをして大幅な減給になったそうね。なんで知ってるんだ？ユキが会社に連絡した。じゃあ横領のこともバレてるわ。最悪だ。そもそもなんで横領なんかしたの？ユキは自分が働けば減額した給料だけでも十分に生活できるって言ってたわよ。共働きになったら俺も家事しないといけなくなるじゃん。それが？洗濯とか掃除とか、かっこ悪くてやりたくねえの。え？本気？男のプライドなんだ。くったらな。え？そんなしょうもない理由で横領した挙句、私の命を狙うなんて信じられないわ。このおたんこなす、コンコンチキのすっとこどっこい。すいません。はあ、やっと謝罪の言葉が出た。本当に反省してるのか知らないけど。してます。すごくしてます。
急に敬語になったからって罪が消えるわけじゃないわよ。でもお母さんが被害届を取り下げてくれたら俺は犯罪者になりませんよね。取り下げると思う？俺が逮捕されたらユキとリオは犯罪者の家族になります。確かにそうね。それは避けたいんじゃないかと。じゃあ一つ知りたいことがあるから教えてくれる？はい。どうしてあんたがうちに来るんじゃなくてリオちゃんになりすまして私を呼んだの？横領のことを知られてる以上、普段あんまりお宅に行かない俺が急に出向くと怪しまれると思ったからです。なるほどね。これですっきりしたわ。じゃあ被害届は？出すわよ。なんで？私出さないなんて一言も言ってないわよね。あの会話の雰囲気は知りたいことを教えたら出さない的な流れだっただろ。そんな流れ知らないわ。まあでも最後の判断はユキに委ねることにする。え、本当ですか？バトンタッチよ。あ、ユキ、お前なら許してくれるはずだ。誠心誠意謝るからお母さんに被害届を取り下げるよう言ってくれ。ファッキュー。なんで？母さんを消そうとしたあんたの罪をなかったことにするわけないじゃん。俺がいなくなったら生活が。私はあんたが専業主婦になってくれって言うから仕方なく退職したの。これからはバリバリ働けて嬉しいくらいだし、リオに不自由なんかさせない。でも犯罪者の家族になるんだぞ。離婚すれば他人だし、必要ならリオと母と養子縁組するから問題ないわ。まだ何か言いたいことある？いえ。じゃあ総括するわね。くたばれ毒舌野郎。そんな。後日談。高行は殺人未遂と横領で逮捕、懲役7年の判決を受けました。もちろん会社はクビ。驚いたことに横領額は1500万円を超えていたそう。簡単に大金を手にできたことで感覚が麻痺したらしく、ギャンブルに狂っていたとか。もちろん全額賠償請求されました。ユキもさっさと離婚し、リオちゃんの養育費として1000万円を請求。お勤めの後は支払い地獄が待っていることでしょう。まあ本人はそんなことより刑務所内でのいびりがかなりひどいらしく、今が地獄らしいですが、自業自得ですね。私は今ユキとリオと共に遠くに引っ越し、平和に暮らしています。何が長期出張よ、この嘘つき浮気野郎が。いきなりどうしたんだ？知ってるんだからね。出張と称して女と一緒にいるんでしょう。何の妄想だよ。ネットで見たの。仕事を隠れ蓑にして地方で女を囲ってるサラリーマンがいるって。世の中にいたとしてもそれは俺じゃない。本当にちゃんと仕事だから。嘘ね。結婚して10年経つけど今まで出張なんてなかったじゃない。去年営業部へ移動したって言ったよな。出張が増えることも説明したぞ。聞いてない。出張手当が入るならいいじゃんって喜んでたぞ。覚えてない。確かに3週間も家を空けるのは悪いと思ってるよ。アリサも小5になって手がかからなくなったし大丈夫だと思ってたんだ。アリサに言うから。何を？パパが浮気してるって。子供になんてことを言うんだよ。不安にさせるだけだ、やめてくれ。だったら浮気してないという証拠を見せなさいよ。それは難しくないか？どうすればいいんだ？知らないわよ、自分で考えなさい。だったら週末にでもアリサを連れて福岡に来るか？あのね、その日に行くことが分かってたら証拠隠滅するに決まってるじゃない。だったら抜き打ちでいつでも来ればいい。俺は潔白だし逃げも隠れもしない。この話をした時点であんたは警戒するはずよ。だったらなぜ言ったんだよ。確信があるから。それって証拠的な？女の勘ってやつ。確かに鋭いとは聞くけど、それだけじゃさすがに。夫に捨てられて娘と二人どうやって生きていけっていうの？勝手に話を進めないでくれ。離婚する気なんてないんだから。
本当に裏切ってない？違うよ、何もしてない。そうよね、私ったらどうかしてた。あなたを疑うなんて。初めてこんなに長い間離れたから不安になったんだと思う。それは悪いと思ってる。ごめんな。ううん、私こそ取り乱してごめん。あと2週間で戻るから待っててほしい。ううん、やっぱり会いに行くわ。え？抜き打ちで行くからいつでも入れるように部屋の鍵はポストに入れておいて。別に構わないけど、さっきは理解したような感じだったからどうしたのかなって。一度油断させただけ。やっぱり自分の目で確かめておかないと。わかった。証拠隠滅なんてしても無駄よ。女の観察力舐めないで。問題ないよ、本当に何もないから隅々まで調べてくれ。どうだかね。翌日。まさか昨日の今日で来るとは。やっぱり女がいたのね。何を根拠に言ってるんだよ。こっちには一人で来たのか？そうよ。アリサは？母に頼んだから心配しなくていい。今どこにいる？もう空港よ。は？話もせず帰るのか？排水口の中から金髪の髪の毛を見つけた時はショックで倒れるかと思った。そんなはずないよ、あのウィークリーマンションには誰も入れてないんだから。他にも女の影はあったわ、便座が降りてたし。君の言いつけで座ってするようになったからだけど。歯ブラシの買い置きもあった。まとめ買いしただけだ。冷蔵庫にナスがあった。あんなもの男が使う？麻婆ナスの余りだ。真面目に自炊して節約してるんだよ。何もかもが怪しい。だからってあんなに部屋を荒らす必要がある？悲しくて悔しくて物に当たることしかできなかったのよ。家で作業してたデータが消えてるんだけど、パソコン触る余裕まだあったのか？私をこんなに深く傷つけたのよ。地獄に落としてやろうって思うのは当然じゃない？俺が浮気する暇なんかないってことは同僚が証明してくれるよ。そいつは隣の部屋だし、うちで遅くまで飲むこともある。どうせ小銭でも握らせて口封じしてるんでしょ。なんで信じてくれないんだ。まるで俺が浮気してた方がいいみたいだな。はあ？何言ってんの？これ以上私を傷つける気？そうじゃないけど、俺の言い分だって聞いてくれてもいいだろ。あんたのどこを信じろって言うのよ。だったらこの金髪について納得いく説明をしなさい。知らないよ、前の住人とかじゃないのか？黒髪の私のことをその女と笑ってたのね。ギャルだか外国人だか知らないけど。君だって留守を守ってるのに、俺から浮気してるのかなんて言われたら嫌だろ。私がするわけないじゃない。俺も同じ気持ちなんだよ。わざわざ飛行機でやってきて話し合いもせずに帰るなんてやめよう。アリサが心配だから帰るわ。少しでいい、説明する時間をくれ。離婚するからそのつもりでいて。あんたが戻ってくる日が永遠のお別れの日よ。勝手に決めるなよ。数日後。あんたが浮気旅行に行ってるから娘がショック受けたのよ。旅行じゃなくて出張だって。で、何があったんだよ。首をつってたの。もう二度と帰ってくるな。はあ？知るかよ。なんてこと言うの？まだ小学生の娘が親の離婚に心を痛めて自ら命を絶ったのよ。へえ。なるほどね、ついに吹っ切れたってわけ。それがあんたの本性なのね。違うよ、アリサなら今一緒にいるから何言ってんだろうなって思っただけ。え？なんで？ここ最近の君の言動は明らかにおかしかった。それは浮気を疑ってたから。むしろ俺が浮気してる方が都合がいいように見えたよ。そんなわけないでしょ。だからちょっと会社に無理を言って戻らせてもらったんだ。黙って戻るなんてひどい。自分だって黙って出張先に押しかけただろ。それに自分の家に戻るのに誰の許可がいるんだよ。そうだけど。
しかし驚いたよ。家に戻ったらアリサの服も勉強道具もごっそりなかったんだから。それは俺がいない間ずっとお母さんに預けてたらしいな。違うの、私がいろいろと忙しくてアリサを一人にすることが多かったから、おばあちゃん家にいた方が何かと安心かなと思って。お母さんには女二人じゃ怖いからしばらく預かってほしいって頼んだそうじゃないか。そうなのよ、防犯上やっぱり危ないじゃない。泥棒が入ってきたらアリサを守れるか不安で。そうなんだ、娘思いのいい母なんだな。まあね。なのに首を吊ったなんて嘘つくんだ。それはあなたがいかにひどいことをしたか思い知らせてやろうと思って。嘘つけよ、本当は現実にする予定だったんだよな。え、何言ってるの。私がアリサを？ありえないんだけど。お母さんは今日数時間だけアリサちゃんを置いて外出する予定だった。その隙を狙ったんじゃないのか。違うってば。誰が来ても鍵を開けるなと言われていても、母親が訪ねてくればさすがにアリサも開けるからな。何の根拠があって。家のゴミ箱にロープを買ったレシートが入ってたけど、これは何なんだ。洗濯を干すのに使うの。うちには必要ないよな、干すスペースは十分にあるし、浴室乾燥だってついてる。何か縛ろうと思って買ったんだけど忘れちゃった。何のためのロープだろうって思ってたけど、さっきのラインで点と点がつながったよ。お前はお母さんの不在中に実家を訪ねてアリサをあの世へ送るつもりだったんだ。やめてよ。そして俺の出張先まで来て浮気をでっち上げ、仕事にダメージが出るようデータまで破損したんだよな。あなたも私のこと言えないくらい妄想がひどいわね。こっちには証拠があって言ってるんだけど。え？あの男と暮らすのにアリサも俺も邪魔だったんだろ。何のこと？人のことはすごい勢いで追求するくせに自分のこととなると逃げ腰なんだな。いや本当に何言ってるかわからないだけ。三浦拓海25歳、バーの店員でなかなかのイケメンだな。なんで？探偵さんってすごいよな。至近距離で撮ったかのような写真がたくさんあるわ。それはお店の人で私はただの客よ、勘違いしないで。カウンター越しに手を握って熱い視線を送りつつ、閉店まで待って俺が建てた家にお持ち帰りするのが客のやることなのか。そんな全部尾行されてたってこと？一日じゃないぞ、これが数日分ある。ごめんなさい。何に対して謝ってるんだ。お前の罪が多すぎてわからないんだが。全てよ。おまとめ謝罪パックじゃないんだから、そんなふわっと謝られても許せない。じゃあどうしたらいいの。そもそもあなたが出張に行くのが悪いんでしょ。男との関係は1年以上前から続いてるくせに、何を俺のせいにしようとしてるんだよ。え？俺バーの営業前に店に行ってきたんだけど、土下座して謝ってたぞ。みゆきとは別れるので許してください、あんなの好きでも何でもありませんって。嘘。アリサを消して俺と離婚して仲良くやっていく予定だったのに捨てられちゃったな、かわいそうに。ありえない、今までこんなに好きになった人はいないとか、世界中で一番好きとか言ってくれたのよ。言葉ってタダだからさ、思ってなくても女を手玉に取るために言うやつは言うんだよ。違う、あの目は本当だったの。だったらやつはどうしてあっさりとお前を手放したんだ。愛するみゆきを不幸にしてるはずの俺に土下座までして。彼と話す。今日限りブロックしますって言ってたから無理だと思う。は？じゃあ店に行くわ。あいつバイトなんだろ、辞めるって言ってたぞ。それで店長が困って他のバイトに電話したりで大変そうだったから俺店を後にしたんだけど。彼の家も知らないの？もう会えないの？俺に聞かれても困る。わかった、もういい。私30歳で出産して40超えて女として終わりだってずっと思ってたけど、こんな風に新しい出会いもあったし、
まだまだ通用するってことが今回証明されたでしょ。だから新しい人生を生きてみようと思う。どうぞご勝手に。なんだけど慰謝料と養育費は忘れんなよ。いくらよ。大学進学まで考えてざっと600万くらいかな。高すぎない？揉める気なら弁護士挟んでもいいけど出費が増えるぞ。やめてよ。ただお前も警察の取り調べや裁判なんかで忙しくなるだろうから支払いは少し先になっても勘弁してやるよ。私が何したっていうの？アリサを消そうとしてロープを購入したことはどうやら予備罪になるらしい。ちょっと待ってよ。買っただけの犯罪？冗談じゃないわ。そんなの聞いたこともない。俺もびっくりしたよ。でも弁護士やってる友達がそう言うんだから間違ってないと思う。嘘でしょ？下見に行ったり凶器を用意するだけで罪に問われることがあるんだってさ。まあ懲役は2年以下で短めプランだからあんまり気にすんな。この私が刑務所？3食付きだぞ。贅沢すぎる気もするけど。いやだ。この間ニュースで女子刑務所の特集やってたの。ダッサい服着て死後もできないんだって。お風呂も3日に1度とかよ。甘いものなんて年に1度しょぼいお菓子が配られるだけ。ありえないでしょ。仕方ないよな。それが犯罪者の行く末なんだから。お願い。私はアリサをどうこうしようなんて思ってなかった。でも実際男と遊ぶために邪魔になって実家に預けっぱなしにしてた。それにバーの男も言ってたぞ。娘がいなくなればもっと気兼ねなく会えるねって言われたって。それは状況は不利だがせいぜい頑張れ。俺は心から実刑を望んでる。アリサには母親が必要よ。どうやらそうじゃないらしい。お前は感情的に怒りすぎるところがあるが、その時に言ってはいけないことをアリサにぶつけたよな。なんだっけ。あんたなんて生まれてこなければよかった。ああ。これが子供の心にどれだけの傷をつけるか考えなかったのかよ。きっと酔ってたのね。記憶にないものを。酔ってたら何をしてもいいのか。アリサにも謝るしお金も払う。だから警察だけは勘弁して。お前に交渉する権利なんかない。お願いよ。私がバカだった。分かってるならいい。じゃあな。待って。あ、そうだ。お前が消したデータで億単位の損失が出るかもしれない。その請求が来ないことを祈ってろ。嘘でしょ。後日談。みゆきの悪意を証明するすべての証拠を持って警察署に行ったところ、ちゃんと捜査してくださり、結果としては1年半の実刑となりました。アリサは何の罪で裁かれているか今は知りません。そのうち知った時には少し心の傷も癒え、今よりも強くなってくれてればいいなと思っています。それでも傷つくでしょうが、俺が全力で守っていきます。会社のデータ削除の件はサーバーにデータがあり無事でした。出所後、養育費等の支払いのためキャバクラの面接を受けまくったみゆき、しかしことごとく落とされ、今は田舎のスナックで焼酎をガブ飲みしているようです。若い男に相手にされたのを勘違いして恥ずかしい限りですね。みゆきは決して美人なタイプではありません。俺は顔じゃなく明るくて前向きなところが好きだったわけですが、まあこの話はやめましょう。出張も切り上げさせてもらい、アリサと旅行に行ってきました。頼りないパパだけど一生かけて愛情を注いでいきたいと思います。私あんたの旦那と結婚することにしたから。それどういう冗談？本気。久しぶりに連絡してきたと思ったら何？親友だからってマジでつまんないジョークだよそれ。もう友達でも何でもない。いい加減理解してよ。え？あんたが先に結婚して私がどれだけ孤独だったか分かってる？いや意味不明なんだけど。同じ時期に結婚しようって大学の時に言ってたよね。もしかしてそれを根に持ってるわけ？当たり前じゃん。私たちもう33歳だよ。いつまでそんな昔のことを言ってるの？約束を守らない女は嫌いなの。
小さい子が大人になったらパパと結婚するって言ってるくらい適当な話だと思ってたんだけど、そうやって軽く考えてんだ、ひどい女。だって結婚の時期なんて人それぞれでしょ。一生しない人だっているんだし。もういいわ、これから地獄を見るのはあんただし。私の旦那と結婚するってどういう意味？今日鉄くん家にいないでしょ、せっかくの土曜日なのに。もしかして、そう、私とデート中。浮気してたの？気づかないなんてアホにも程がある。いつから？もう3ヶ月。うわ、こんな時に限ってなんで？こんな時って？なんでもない。さくらったら男を立てるのが下手だから振られても仕方ないね。は？仕事をバリバリこなすのはすごいと思うけど、不妊の嫁じゃ未来がないわ。私が不妊だって鉄から聞いたの？そう。3ヶ月前って一体どっちから誘ったわけ？まあ自然と、たまたま高架下の酒場で飲んでるところを見かけたの。それで話しかけたら不妊のことを相談されて、私なら産めるよってアピールしたった。最初から裏切る気満々じゃないの。最初に裏切ったのはそっちだしね。にしても鉄くん、よっぽど子供が欲しかったんだね。食いつきすごかったよ。ああそう、それでそっちに行ったって。もともと私たち親友だから波長が合うじゃん。だから彼とも相性バッチリ。今は波長合うなんて1ミリも思いたくない。失礼な人。あ、もう信じらんないわ。なんなら通称送ろうか、ラブラブなやつ。遠慮しておく。早いとこ離婚届出してね。完全に裏切られた。私はさくら、33歳です。夫の鉄とは4年前に結婚。仲は良くも悪くも普通でした。結婚前も2年付き合っていたので、今更こんなことになるなんて思いもしなかった。鉄にもすぐ連絡しましたが、ごめんの一言でブロック。いくら私が騒ごうが、意味がないと悟り、すぐに離婚を決めました。というか、裏切られたと分かった瞬間、一気に冷めました。今思えば、親友だと思っていた志保にも何度か違和感を覚えていたような気がする。だからこそ結婚してからお互い徐々に連絡を取らなくなっていったんだと思います。それがこんなことになってしまうとは。その後も彼女は私を苦しめようと皮肉な LINE を送ってきたのです。2ヶ月後、あんたがすんなり離婚してくれたおかげで私たちの結婚式の日程が決まりました。あ、そう。郵送で招待状を送ったから、ちゃんと返送してね。本当に言ってる？いくらなんでも趣味が悪いよ。こういう場にはやっぱり親友を呼ばないとね。うわ、性格きついわ。知らなかった？私、仲いい子には優しくするけど、そうじゃなくなったら怖いの。100ゼロで志保が悪いと思うけど謝らないわけ？夫を幸せにできない不妊女が悪い。オッケー、わかった。これで遠慮なく慰謝料請求できるわ。何？もしかして反省してるふりしたら免除してくれたの？免除はしないけど、金額をどうしようかなって。やだ、増額されちゃう。っていうかさ、不倫ドラマとか見てていつも思うんだけど、どうして慰謝料請求されることを分かっててこういうことすんの？人間はいつか死ぬんだから、こういうリスキーな暮らしも悪くないかなって。じゃあ不幸になってもいいんだ？なわけないでしょ、私には彼がいるからいいなって。困難も乗り越えられると思うわけ。あとあんたから略奪したってのも幸せ要素かな。は？私を差し置いて結婚したさくらをずっと見返してやりたいと思ってたの。普通親友なら純粋に祝わない？私は一歩後ろに下がってくれてるさくらが好きだったのよ。なるほど、私のことを下に見てたんだ。だって明らかに私の方が可愛いし、在学中だって告白された数勝ってたんだもん。どうでもいいわそんなの。とりあえず
今までの友情が偽物だったってことが分かってよかった。何よ強がっちゃって。正直人間不信になりそうではあるけど、ずっと志保に違和感を抱いていたし、これからは自分の勘を信じて生きていくことにするわ。違和感って何？具体的に教えてよ。志保が大学生の時に付き合ってた彼から急に振られて音信不通になったことがあるでしょ。それがあの時納得できないからってバイト先まで押しかけて、店長さんに彼にブロック解除させてって頼みに行ったこととか。私ももともとそこでバイトしてたし、店長とは共通の知り合いなんだから別にいいじゃない。でも店長さんには関係ないことだし、勤務中なのよ。今考えたらおかしな行動だってわかる。急に音信不通になる彼が悪くない？でも別れ話はちゃんとされたんでしょ？急ではないわ。はあ？意味わかんない。志保は異常なんだってはっきりわかったよ。私が幸せになるのが悔しくてそういうこと言ってんでしょう。別になんとも思わない。じゃあ結婚式に来てくれる？いいわ、喜んでいく。なんならスピーチもしてあげる。私の職場の人も来るから下手なこと言われたくないの。だからスピーチはしなくていい。あら残念。そんなこと言って本当は来る気ないくせに。本当に行くわよ。席ちゃんと用意しといてね。はいはい。結婚式当日、夫を略奪されたのによく私の結婚式に来れたね。行くって言ったでしょ。冗談かと思ったわ。お色直し中にこんな LINE をしてる暇があるの？パッパと終わらせたわ。今は少し休憩中。こっちはあなたがご両親に向けたビデオが流れてるわ。パパとママ感動してくれてるかな。かわいそうにね、自分の娘が略奪結婚だなんて。知られなきゃいいのよ。本当に悪魔みたいな人、ここにいる全員を騙してるなんて。そんなことを言いにわざわざ式に来たの？いいえ、ちゃんと祝うためにご祝儀だって持ってきたし、お料理も美味しくいただいてる。確かに、なんかあんたさっきからやたらと笑顔よね。余裕そうというか、本当に楽しくて仕方ないのよ。はあ？大丈夫？なんか心配になってきたんだけど。何が？なんか激太りしてたし、ストレスで頭おかしくなった？激太りなんかしてないけど。いや腹出てたじゃん。もしかしてコース料理のせい？イカ水だったっけ？え、もしかして気づいてないの？私妊娠してるんだけど。は？今は5ヶ月目よ。誰の子？そりゃ私は浮気なんてしてないし、鉄の子供に決まってるでしょ。嘘よ、だってあんた不妊じゃん。誰がそんなこと言った？鉄くんが言ってた。だから子供ができる人と再婚したいって。それはあいつの思い込みだね。どういうこと？不妊だって言われていたのは鉄の方だよ。でも不妊イコール女っていうイメージが強すぎて、私だと勘違いしちゃったんだね。嘘！でも鉄くんが不妊ならなおさら子供できなくない？先生が言うには造成機能障害っていう病気らしいんだけど、自然妊娠が難しいと言われているだけで 100% できないわけじゃないのよ。じゃあすごい可能性の低い中できちゃったってこと？そう。何よそれ。じゃあ私と子供ができる可能性も少ないじゃん。ああ、鉄ったら災難な人。浮気なんてしなければ今頃父親としてワクワクしていただろうに。そっか、今5ヶ月ってことは別れる時には妊娠発覚してたってことじゃん。どうして言わなかったの？鉄に期待だけさせて、もし何かあったら嫌だったから安定期まで黙ってようと思ってたの。でも浮気されたからもういいかって。鉄がいなくても私にはこの子たちがいる。だからもう幸せなんだよね。この子たち？双子なの。何それ、めっちゃ羨ましい。鉄は双子が欲しいって言ってたの。叶っちゃうなんて神様もいたずら好きね。ねえ、妊娠のことを鉄くんには黙っててくれない？なんで？子供ができたなんて知ったらそっちに鞍替えするに決まってる。
あんたたちの愛はそんなものか。そこに愛はあるんか。ふざけないで。てか志保も子供が欲しいなら哲とはやめといた方がいいと思うけど。私は子供とかいなくてもいいの。ただ哲くんは子供を作ることに命かけてるレベルだから。なるほどね。可能性少ないって言われてるのに私と奇跡的にできちゃったからね。知ったらきっとあんたの方に行くでしょ。だからお願い黙ってて。それは無理だよ。養育費払ってもらわないといけないし。私が出す。3万でいい？ご祝儀じゃないんだから。平均は月2万から4万だってさ。月っていつまで払うわけ？20歳までって書いてある。ってことは全額で700万超え？てか双子だからその倍だわ。やっぱ無理。じゃあ鉄に LINE するね。今？それはやめて。じゃあ新婦友人スピーチとしてみんなの前で話そうか。それはもっとダメ。あ、てかあいつにブロックされてるんだった。そしたら送れないじゃん。よかった。やっぱりスピーチで話すか。あ、やめてやめてやめて。職場の人も来てるんだもんね。志保がどういう人なのかちゃんと分かってもらわなくちゃ。今哲くんにブロック解除させたから。送っていいのね。調子に乗って人のことを貶めようとするからこうなるのよ。ごめんなさい、もうしません。もしあんたたちが別れたとしても慰謝料はちゃんと払ってもらうから。え？もしかして忘れてた？はい。2人には200万ずつ請求予定ですのでお待ちを。そんな大金無理だよ。リスキーな人生で楽しくてよかったね。もうリスクはいらないから平穏をちょうだい。後日談。そのまま2人がお色直しから帰ってくることはなく、スタッフが突然の中止を言い渡しお開きとなりました。もちろんご祝儀は全員に返されましたとさ。妊娠報告の LINE を見た哲は急いで私を探し回ったようですが、志保に止められて口論になり結局破談になったとのことです。予想通り復縁要請がしつこかった。俺が悪かった。お腹を撫でさせてくれ。再婚しようなどなど気持ち悪いのでブロック。養育費と慰謝料に関しては弁護士を通して請求したので接触することはないでしょう。志保も結婚式が中止になったことが会社で知れ渡り居づらくなって辞めたとか。人生積んでますね。あれから月日が経過し、この度元気な赤ちゃんが生まれました。一卵性の女の子です。ああ、天使を産んでしまった。シングルマザーとして大変な日々になりそうですが、周りの力も借りて育児頑張っていきます。ヨヨ、ダメ嫁よ、俺の実家に行けってばよ。ヨヨ、アホっとよ、今の状況察しろよ。俺のラップ真似すんな。てっきりラップバトルが始まったのかと。会社休んで寝てんなら俺の実家に行ってママンの手伝いしろ。ママンの世話なら息子のあんたがやれ。こっちたら病み上がりなんだ。嘘ばっかり。ここ最近会社が繁忙期で体調を崩しちゃったの。ラップかませるなら大丈夫じゃん。 LINE だからね。直接よりはなんとか元気に返せるわ。お前の体調なんぼのもんじゃい。なんじゃもんじゃい。ラップっぽいの出てきた。俺は日頃から自分のことよりもママンを優先しろと口を酸っぱくして言ってるはずだ。ライムだけに？そうそう、酸っぱいライムが口酸っぱくって。うまいこと言ったつもりか。だってあんたの名前ライムじゃない。とにかく今すぐ起きてママンのとこ行け。だから病み上がりだっつーの。義実家遠いし体力持たない。俺の命令が聞けないのかクソ嫁。ぐうたら寝てるだけのくせに。半年も働かずにニート三昧してるやつが何をおっしゃる。エリートな俺様の言うことは聞くもんだろうが。お前なんか親なしの格下なんだし。確かに私の両親は大学時代に事故で亡くなったけど、それがどうして格下になるのよ。親なしな時点で負け組なんだよ。それに俺とお前とじゃ元々のスペックに差がありすぎんだって。
どんな？俺は超エリートな経済卒、しかもエリート企業の元営業マン。ほらな、エリート要素揃いすぎだろ。朝からパチンコ行くやつにエリートもクソもあるか。でもお前よりは努力したと思うぜ。お前の出た大学も今いる会社も俺のと比べりゃ大したことねえじゃん。その結果が2位とかよ。うるさい。俺がマジになれば転職なんてちょちょいのちょいだ。クビになったのも仕事で大きなミスをして、しかも全く謝罪がないからだなんて。だって俺悪くねえし。情けないったりありしない。黙れ。しがない事務員のお前が口出しするな。そんなこと関係ないでしょ。事務員のお前マジで底辺。エリートな俺に従うの当然。バイブス上げるぜてっぺん、イエイ。ラップぞ、とにかく行きたくない。お前の意見は誰も聞いてない。あんな嫁いびりが生きがいのクソ BBA の世話なんてまっぴら。ママンは偉いんだぞ。嫌がらせくらい我慢しろよ。よくアポなしでうちに来て私に暴言吐くわ。拾ってきた犬のうんこを私の頭にぶっかけるわ。我慢できるわけないでしょ。やめて、うんこのことは思い出させんな。腹筋崩壊もんだわあれ。ほんとくっさくて汚くてどうしようもなかったわ。お前なんか底辺うんこなんだし別にどうってことないじゃん。あの BBA の元に行けば同じことされるのが目に見えてる。だから絶対行かない。おお、そうかい。そう来ちゃう？ならママに言いつけてやる。ママンが怒ると怖いぞ。やめてよ。少しは私の気持ち考えて。お前の未来はお先真っ暗。やめる気なんかないでもっぱら。ダセーラップ、ぶちかますんじゃねえよあのクソニートが。あー、ごめんなさい、ムカついてつい本音が出ちゃいました。私はワシオマリン、30歳、とある旅行会社の事務員として働いています。夫のライムは半年前に会社をクビになり、今はぐーたらパチ三昧のニート。しかもことあるごとにガッサガサのエセラップで煽ってくるものだから、鬱陶しいったらありしない。なので LINE の表示名はエセラッパーライにしています。義母もそんなエセラッパーの味方で、こちらも毎度毎度くだらんエセラップをぶちかましてくるのです。離婚も考えましたが、せっかく縁あって結婚したんだし、ライムを強制しようと奮闘中ですが、一向に働く気配なし。なんだか少し疲れてきました。翌日。ヨーヨー、アホ読みヨー、今の気分はどうなのヨー。ヨーヨー、アホ止めヨー、めちゃくちゃ臭い気分だヨー。そうでしょうね、ざまあ見ろ。リビングがめちゃくちゃじゃないですか。どうしてくれんのよ。傑作傑作。テーブルやソファに大量にぶちまけられたものはもしやうんこです。最悪なんだけど。今回は出血大サービス。拾ってきた犬のうんこだけじゃなく、私やライちゃんのもミックスされてます。冗談でしょ。よりにもよって二人のものまで。その方があんたが喜ぶと思って。どこの世界にうんこぶちまけられて喜ぶやつがいるわけ。肥料になるじゃない。ああ、それなら美味しい野菜が育つって違う。うちは農家じゃない。てか二人のが肥料になったら野菜が腐るわ。そんなのあんまりよ。家の中をめちゃくちゃにする方があんまりでしょ。床に泥団子までぶちまけて。私やライちゃんに盾つくからこんなことになったのよ、アホ嫁が。嫌なことされれば反発しますよ。ほら、そういうところよ。嫁っていうのはね、いついかなる時も夫とその両親の言いなりになるのが常識なの。なむちゃくちゃな理論聞いたことないですが。もう世間知らずだこと。そんな当たり前のことも知らないなんて。多分誰も知らないと思いますけど。ぐちぐちうっさいわね。とにかく掃除しなさい。ライちゃんも綺麗になるまで帰ってこないそうよ。
これだけの惨状を一人でどうしろって言うんですか。あなたたちも手伝え。私に命令するな。綺麗になる頃にはきっと夜中になってるかもね。泥団子はともかく、他人のうんこを触るなんて嫌です。これがあんたへの罰なんだからしっかりね。罰を受ける理由が分かりませんが、とにかく帰ってきて。命令するな。こんなに優しい罰なのにどうして受けられないの。あなたの言う優しいの基準ぶっ壊れてるんじゃ。調子に乗るなアホ嫁。これでも罰は優しめ。もっともっと苦しめ。イエーイ。ダサいラップかましてないで戻ってきてください。失礼ね、ライちゃん直伝のラップだもん。ラッパートミーとお呼び。あなたの名前トメ子でしょ。ラッパートメの方がいいのでは。そんなダサい名前のラッパーがいるか。トミーの方がスタイリッシュでしょ。これだから低学歴の女は嫌なのよ。一応大学出てるんですが。でもライちゃんと違っておバカ大学じゃない。割と偏差値高いですよ。人気も倍率も高いですし、就職にも強いです。境内に比べればみんなおバカよ、おバカ。っていうか、どこの大学出てるとか今の時代関係ありません。はあ？境内じゃなくても大学出てなくても資格を取ってエリートになってる人はたくさんいますよ。そんなの怠け者のざれ言よ。境内卒でもあんなアフォニートじゃ台無しよ。あの子は今心が疲れてるだけ。本気になったらすごいのよ。だったらその凄さを発揮するようにあなたから言ってやってください。毎日毎日威張り散らされてこっちはクタクタなんです。凄さが少しずつ発揮されてるわ。あんたも分かっているはずよ。ライちゃんには夢ができたの。何の夢ですか。パチプロよ。そのために毎日大打ちに行ってるんじゃない。え、あんたを養うために毎日パチンコで稼いできてるでしょ。毎日数万のお金溶かしているのを稼いでるとは言いませんよ。夫婦共有口座のお金の減りが半端じゃないんです。たまたま今はうまくいってないだけよ。これだから働いてる女は察しが悪いんだから。ライムがニートなんですから私が働くしかないでしょ。ああ言えばこういう。とにかく妻ならライちゃんを応援してあげなさい。いや、拒否しちゃダメ。ライちゃんのためなんだから。そうじゃなくて、なんだか部屋のあちこちに蛇がいるんだけど、なんなのよこれ。ああ今気づいたんだ。これも私たちからのサプライズ。蛇を捕まえて家に放り込んでやったもんね。ふっざけんな、気持ち悪い。何匹いるわけ。さあ覚えてないわ。でも頑張って捕まえたの。喜んでくれて何より。そう見えるなら医者へ行け。私がヘビ嫌いなのを知っててやったんでしょ。ご名答。もうスネークワールドとかしているでしょうね。廊下にも2匹いたから部屋に逃げ込みました。噛まれるとこだったわ。何にビビってるのよ。別に毒蛇は捕まえてないから大丈夫。そういう問題じゃない。これじゃリビングから出られないわ。だったら早く掃除なさい、アホ嫁さん。掃除用具は廊下にあるの。どうやって取りに行けってわけ。気合と根性よ。ふれっふれっアホ嫁ちゃん。ドアの隙間から下がチロチロしてる。気持ち悪い。早く戻ってこい、アホども。数時間後。アホ嫁、クソ嫁、ダサ嫁よ、もうお掃除は済んだかよ。そんなわけないでしょ。なんですって。一体何時間かかってるの。てか掃除してないし、もう家にもいないよ。ふざけんな。俺たちを病気にするつもりか。あんな汚いままでバイキンが広まったらどうしてくれるんだ。あんたらが言うか。人に嫌がらせしておいて後始末をやれなんて、私のこと何だと思ってんの。格下のあんたが私たちに逆らうなんて許さないわよ。お前なんか底辺ゴミのくせに。その底辺ゴミに養われてるあんたは何なの。うるせえ、とにかく掃除しやがれ。お前は底辺、こっちは頂点。逆らうなんてマジ許せん。イエイ。さすがママン、ナイスD3。
うっぜ。ライちゃんのおかげよ。さっさと掃除しなよよ、アホ嫁よ。女が働くことを許可してやってるんだよ。逆らうんなら離婚だよ。もう離婚届出してきたよ。これでお互い他人だよ。イエー。え、何冗談言ってんのよ。あんたにそんな度胸あるわけないじゃない。マジだっての。もうあんたらの奴隷になるのもエセラップ聞くのもうんざりだったし。何してんだよ、勝手なことしやがって。離婚したかったんでしょ。だってこの前あんたが自分の名前が記入された離婚届を私の部屋に置いていったもんね。ただの脅しだ。マジになるなよ。底辺の分際で俺らから離れられると思ってんの。そうよ、早く離婚を取り消しなさい。今まであんなに横暴に振る舞っておいて、なぜ離婚されないと思ったわけ？だってお前は俺らより格下だし、どうせそんなこと言って今も俺のことが愛してる、離れたくないって思ってんだろ。とことん私のことを下に見てんだね。私は妻である以前に人間なの。心が限界に来ていれば離れるわ。でもあんた自室から出られないって言ってなかった？どうやって脱出したの？運よく蛇が部屋の近くから離れたし、その隙に荷物まとめて家から出たので、市役所へ直行して提出完了ってわけ。嘘でしょ。もう家に帰ることはないわ。それとあんたたちには精神的苦痛に対する慰謝料を請求するわ。そうだ、ライムには浮気のも加算するから。は？浮気？私が気づいてないと思った？共有のお金をパチンコだけじゃなくて浮気相手に使ってたなんてね。ちょっとライちゃん、浮気ってどういうこと？最近夜中に誰かと電話で話していたから怪しいと思って更新所を使って調べたのよ。そしたら二人でホテルに入る様子が確認できたわ。そんな、ライちゃんの裏切り者。これは違うんだよママ。あれだけママン一筋だって言ってくれたじゃない。もちろんママンのことは大好きだ。でも同じくらいミユのことも愛してるんだよ。いや、私だけを愛してほしいの。私たち親子でしょ。血は喧嘩なら後でやれ。高額の支払いでこれからあんたたち大変よ。いくら請求すんだよ。ざっと数百万かな。やめてよ。ちょっと家を汚したくらいで離婚だなんてひどすぎるわ。黙れパッパラパーのゲロラッパーが。なんだよそのディスレイ、笑えねえぞ。鼻から笑わせてるつもりないわ。お前らことの重大さが全然分かってないようだな。な、怒んなって。分かったよ。掃除は俺たちがしてやるから、離婚も慰謝料もチャラにしてくれ。してやるじゃなくてやるんだよお前らが。分かった分かった、機嫌直せってマイハニー。キモ。ライちゃんの件はともかく、もう一度考え直してよ。あんたが出て行ったら将来の介護要員がいなくなるわ。お前の介護なんか誰がやるか。俺今定職についてないし払えないんだよ。今までのことは謝るからやり直そうぜ。これからは私も心を入れ替えるからね。お前らの未来はお先真っ暗、やり直す気はないぜもっぱら。俺の真似すんな。後日談。その後二人は泥とクソにまみれたスネークワールドへ帰宅し、泣く泣く掃除を行ったそうです。しかし思った以上に臭く、二人はゲロ吐いてしまい、ヘビも素早くてなかなか捕まえられなかったため二重に大変だったのだとか。私はそんなゲロラッパーたちと浮気相手にそれぞれ慰謝料を請求しました。浮気相手はすぐに支払ってくれましたが、ゲロラッパーたちはお金がなかったため働きながら返済することに。ライムは工場現場で朝から晩まで働き詰め、義母はあれからライムの住む家に引っ越してホームセンターでパートをすることになりました。二人はクソの残り家が立ちこもる家で貧乏暇なしの生活を送り、毎日ラップでディスり合っているのだそう。いっそのこと親子でラッパーデビューでもすればいいのではないでしょうか。一方私は会社近くにアパートを借りて
悠々自適な生活を謳歌しています。なんでお迎え行ってくれなかったのよ。本当に気が利かないわね。罰金1万円ね。すぐ持ってきな。え、私はお迎え行きましたけど。うちの子を連れて帰れなかったでしょ。そりゃ勝手に連れ帰ったら事件ですよ。私は忙しいのよ。一人で子育てしてんのよ。ご主人単身赴任中でしたっけ。知ってるんなら幼稚園のお迎えくらいやってくれてもいいでしょ。本当に気が利かないわね。私をイラつかせないで。いや、頼まれてもないのに勝手に連れ帰ったりできませんよ。あんたいちいち言わないと何もできないわけ。顔が気持ち悪いだけじゃなくて頭も残念なんて、あんたいいとこあんの。何かあれば可能な限り協力はしますよ。でも勝手にできることには限度があるので。そういえば来週家族旅行に行くって言ってたわよね。はい、親戚がやってる温泉旅館へ毎年この時期に行ってるんです。じゃあその旅行に私も連れてってよ。でもこれうちの家族旅行ですよ。だったら何なの。私も温泉行きたいし。でしたらミクさんも家族で温泉旅行へ行くといいんじゃないでしょうか。だから言ったでしょ、うちの旦那は単身赴任中なの。オタクみたいに簡単に家族旅行なんて行けないの。いや、うちもしょっちゅう行ってるわけでは。ミクさんのご主人も季節ごとに帰宅されてますよね。私はすぐに旅行に行きたいの。そう言われましても。可能な限り協力するって言ったよね。それは園のお迎えとかですよ。私の欲求を満たす協力をしなさいよ。いやいや、さっきも言った通り親戚の経営する旅館で身内の集まりでもあるので。私は温泉旅館でゆっくり羽伸ばしてごちそうが食べれたらそれでいいの。あんたの親戚関係なんか興味ないし邪魔しないから安心して。そういう問題じゃないですよ。結構人気の高級旅館なので今からだと予約取れないですし。へえ、あんたごときの親戚なのにそんないいとこなんだ。ますます気に入った。絶対に私も行くから。親戚なら一部屋ぐらいどうにかなるでしょ。いや、仮に部屋がどうにかなったとしても駅からも遠いので車じゃないと厳しい場所ですよ。大丈夫よ、あんたの車借りるから。2台あるから大丈夫でしょ。いやいや、車まで貸すんですか。ダメですよ。うちには車ないんだからいいでしょ。小さい方で我慢してあげるから。ダメですって。車なんて簡単に人に貸すようなもんじゃないですよ。へえ、最近カーシェアリングとか流行ってるでしょ。それはそういうサービスですよ。個人間で貸し借りするものじゃないです。そもそも保険の関係なんかもありますから車は絶対にお貸しできませんから。じゃあ旅館の方はどうにかしてくれるの。予約だけならなんとかなるかもしれないですけど。言ったわね、絶対よ。だから人気の宿なので絶対はないですよ。一応確認してみます。じゃあ二人部屋をちゃんと予約しときなさいよ。車の方はまあなんとかするわ。温泉旅館は予約できたの。無理だったとは言わせないわよ。あー、本館は満室だったんですけど離れの特別室ならキャンセルが出てるそうです。予約しちゃっていいですか。特別室って何よ。本館からちょっと離れたところにある離れです。専用の露天風呂もついてて、料理も特別コースなので、部屋にお持ちする形になりますね。何それ最高じゃん。え、本当に大丈夫ですか？普通の部屋とは全然違うんですよ。まさに私のための部屋って感じね。さっさと予約しなさいよ。本当にいいんですね。ただ、特別室は子供用プランがなくて、料理も大人と同じなんですけど。そうなんだ。別にいいわよ。いや、むしろその方がいいわね。わかりました。じゃあ予約しておきます。あ、別館ってことはあなたたちとは完全に別のとこで泊まるってことよね。そうなります。何か問題ありますか。全然大丈夫。じゃあこっちは勝手に泊まって勝手に帰るから、お互いに干渉しないって感じでいいわよ。まあ親戚との付き合いもあるのでその方が助かりますけど。じゃあ決まりね。旅行前にあんたの家に行くから旅館の場所とか詳しく教えてよ。わかりました。あー、人気の高級旅館の特別室なんて最高。あんたって顔の割に案外使えるのね。これからも私の右腕にしてあげるわ。そうですか。まあとにかく予約はしておきますね。あの、うちの車勝手に乗ってるのってもしかしてミクさんだったりします？あー、借りてるわよ。小さい割に結構内装おしゃれで乗り心地いいじゃん。このまま温泉旅館に行っちゃうから。ちょっと何言ってるんですか。鍵とかどうしたんです。
先日家に行った時に借りておいたのよ。場所を聞いたらやっぱり車がないと無理っぽかったし。それは前もって説明しましたよね。車だってお貸しできないってちゃんと言ったじゃないですか。だから遠慮して小さい方の車にしてあげたんじゃん。どうせあんまり使ってないんでしょ。あんたの旦那も大きい方の車で通勤してるんでしょ。いや、小さい方の車はうちのものじゃないんですよ。訳あってちょっと預かってるだけなんですよ。サイズは小さいですけど外車ですし、貴重な車なので。へえ、外車なんだ。そう言われたらおしゃれに見えてきたかも。外車で温泉旅行なんて最高じゃない。やめてください。今ならまだ間に合いますので戻ってきてください。旅館が終わったら返すから安心してよ。今すぐに返してください。その車の持ち主を怒らせたら大変なことになるんですよ。だったらちゃんと管理しときなさいよ。ま、バレないうちに返しとけば問題ないでしょ。そういう問題じゃないんですよ。お願いだから戻ってきてください。今日はスケジュール詰まってるから無理だから。久々の旅行だし、一日中ドライブを楽しませてもらうからね。本当にやめてくださいよ。お願いですから戻ってきてください。この際レンタカー代は私が出しますので。だからもう遅いって。もうかなり遠くまで来ちゃったし、うるさいからもうブロックするね。旅行終わるまで解除しないから。ちょっとどういうことよ。やっとブロック解除してくれたんですね。ちょっと説明しなさいよ。私を騙したの？騙したって何ですか？宿泊料30万円ってどういうことよ。そんなに払えるわけないじゃない。あんたの親戚の宿なんだからタダじゃなかったの？私タダなんて一言も言ってないですけど。だから特別室で大丈夫かって確認しましたし。いくらなんでも高すぎるでしょう。高級旅館の特別室ですよ。一人15万円くらいは普通ですから。そんなにお金持ってないのよ。払えないと警察呼ぶとか言われてるのよ。まあ食い逃げ、泊まり逃げになるのかな。ちゃんと払ってくださいね。カードくらい持ってるんじゃないですか。あんたの親戚なんだからどうにかできるでしょ。親戚割引とかでさ、3000円ならない？2桁足りないですね。本当に払えないものは払えないの。どうにかしてよ。じゃないと帰れないじゃないの。確かにミクさんなんかが居座ると親戚に迷惑がかかっちゃいますね。でしょ。だからどうにかしてよ。大丈夫ですよ。もうご主人を呼んでます。昼過ぎには迎えに来てくれるそうですよ。は？冗談よね。あの人単身赴任で九州にいるのよ。ミクさんが知らない男と一緒に温泉旅館に来てますよって教えてあげたら、朝一の飛行機に飛び乗ったみたいです。今うちの旦那が空港に迎えに行ってますので。は？ちょっと何言ってんのよ。私もびっくりしましたよ。昨晩車を回収するためにそちらに行ったら知らない男性がいるなんて。違うの。確かに男と来たけど、彼は私の弟なのよ。何もやましいことはないの。だったらなんでそんなに慌ててるんです？別に慌ててないし。あ、旦那が来るなら支払いお願いしとくわ。給与を思い出したから帰るわね。お先。どうやって帰るつもりですか？車なら回収させていただきましたから。いろんなとこにぶつけちゃってますよね。傷だらけじゃないですか。は？鍵は私が持ってるのにどうやって車を動かしたのよ。その車の持ち主の親戚ってこの旅館のオーナーなんですよ。スペアキーくらいありますので。え？本当は私の知り合いってことで、ただはないにしても本館の普通料金くらいにしとこうって思ってたらしいんですよね。でも大切な車に勝手に乗っていったって聞いて激怒しちゃったんです。しっかり正規料金払わせることになりました。え？私がこの車借りなかったらこんなことになれなかったってこと？はい、そういうことになりますね。謝る、全部謝るから許してよ。もう無理ですね。大切な車をあんな傷だらけにされちゃって。かなり古い車なんですが、500万以上かけて新車同様にレストアしたんです。都内に信頼できるレスト屋さんがあったんで、うちに預けてメンテしながら維持してたんですよ。傷は私のせいって証拠はないでしょ。あんたがつけたのを私のせいにしてるんだわ。最低ね。もうドラレコ確認しましたから、バッチリガードレールやら縁石やらにぶつけまくってる映像残ってます。修理費用どのくらいになるのかな。数百万は覚悟しといてくださいね。ついでにミクさんと浮気相手さんの甘い会話も録音されてますので、これはご主人にも渡しておきますね。そんな、ちょっと待ってよ。ママ友でしょ。そんなことしないよね。あなたにママ友とか呼ばれたくないですね。本当に汚らわしいです。そんなこと言わないでよ。
だいたいあんたにも責任があるのよ。子供用プランがないなんて言うからさ。別館で私たちと会うことがないって分かったから浮気旅行を画策したんですよね。本当に小賢しくて汚らわしいです。私本当にそういうの苦手なので、しっかりと反省してくださいね。あ、うちの夫とミクさんの旦那さんは無事に合流できたそうです。これから高速飛ばしてくるらしいですね。お願いやめてよ、離婚されちゃう。私から全てを奪う気なの？そんなひどいことしないよね。全部自業自得ですから。あ、あと車の窃盗の件でも被害届出しますね。そこまで追い詰めなくてもいいじゃない。私に何の恨みがあるっていうのよ。恨みか。まあ最初に会った時からなんか嫌いでしたよ。偉そうだし、顔面でかいし、生理的に無理っていうか、なんか気持ち悪いんですよね、ミクさんって。何よそれ。これ以上私を追い詰めないで。その後、鬼の形相となったミクの旦那が到着。すぐに宿泊費や車の修理代などを支払うと申してましたが、オーナーは完全拒否。すぐにお金を回収するよりも本人をとことん苦しませて払わせるつもりのようです。車の修理代は300万円、あと車の盗難の件の慰謝料と宿泊費で50万を請求することになりました。さらにミクとご主人は離婚することとなり、慰謝料として100万円を請求されることになったそうです。現在ミクはこれらのお金を返済するためにお風呂屋さんで働きながら苦しい生活を送っていると聞きました。一方私は迷惑ママ友から解放されて楽しい生活を送っています。41歳で子供ができた、お前恥ずかしくないのか？何その言い方、ひどくない？お前さ、自分の歳分かってるか？そんなの分かってるわよ。今さら高齢出産って何考えてんだ？康二だって2人目欲しいねって言ってたじゃない。それはキララが生まれた17年前の話だろ。私はずっともう一人欲しいと思い続けていたのよ。あのさ、そろそろ孫がいたっておかしくない年齢なんだぞ俺たちは。46のあなたはそうでも、私はまだ違うから。5歳しか変わらないだろ。キララの高校や大学の学費だってこれからどんどんかかってくるんだぞ。それはちゃんと貯金してきたから平気よ。いいか、子育ては金がかかるんだ。分かってるって。その子が成人した時には俺は定年だぞ。その時大学行きたいとか言われたらどうするんだよ。だから今から貯金しようよ。老後の資金だって必要だろ。2000万円も必要なんだぞ。でも私もここ数年働いてきたし、なんとかなるでしょ。腹がでかくなったら仕事だってできないぞ。やってけんのか？産休取るから平気。40代のおばさんが産休か？職場もいい迷惑だな。そういう言い方やめてよ。キララの時だってお金はなかったけど、なんとかやってこれたじゃない。あの時はお互い20代だったからな。これからは節約が必要だから、あなたにも少し我慢してもらわないとならないけど。やめてくれよ。俺は部下との付き合いとかいろいろあるから小遣い減らされたら今後の昇進に関わるの。そんなの関係ないでしょ。お前と俺の会社は違うの。世間体ってもんがあるんだよ。何が世間体よ。それに春に部長に昇進したのに家に入れる生活費は変わらないよね。昇進した分は貯金しているの？だから昇進すればしただけ付き合いってもんがあるの。せっかく子供できたんだよ。なんとかやりくりして育ててあげようよ。キララの時と今は違うの。だいたいさ、恥ずかしいよな。恥ずかしい？この年になってまだ嫁とやってますって証明だろ。みっともねえ。は？何がみっともないのよ。お前みたいなおばさん相手に何やってんだって思われたくないわ。何それ、ひどすぎ。そんなわけで無理だから諦めろよな。私は陽子、41歳、夫の浩二と高校生のキララの3人で暮らしています。私は2人目の子供をずっと望んでいたのですが、なかなかできず諦めていました。それが今になって授かってとても嬉しいです。なのに浩二はいらないの一点張り。将来の生活などを考えると確かに心配な点もありますが、ここ数年は共働きでそこそこ蓄えもあり、なんとかなると思うのです。その後も浩二は反対し続けましたが、思いがけないことで私は浩二が秘密にしていた理由を知ることになったのです。おい、病院行ってきたか？検診は来週だからまだ行かないよ。検診じゃない、諦めろって言ってるんだ。何言ってるの？嫌だって何度も言ってるでしょ。母さんだってみっともないって言っているぞ。お母さんがなんで関係するのよ。今さら孫ができても親戚に誤解されるぞって。何の誤解よ。
そりゃそのキララの子じゃないかって周りに思われることだよ。はい？本気で言ってる？そうなったらキララがかわいそうだろ。そんなの誰も言わないし、それにキララは兄弟ができることを喜んでくれました。それは気を使ってるんだろ。違うわよ、キララはずっと兄弟が欲しいって言っていたんだから。年のいった子供恥かきっ子って言うんだぞ。子供だってそう言われたらかわいそうだろ。今時そんな昭和な言葉誰も知らないわよ。ババアの母親が授業参観に来たりしたら恥ずかしいじゃないか。何言ってんのよ、40代で子供産むのは令和では珍しくありません。キララが平成生まれで兄弟が令和なんてキララがかわいそうだ。何その理屈、親子で昭和、平成、令和が揃って楽しいわ。とにかく今ならまだ間に合うんだからさ、22週まではなかったことにできるんだろ。ネットで調べたんだ。どうしてそういうことは調べるのに、何とかしてやっていこうとする方法は調べないのよ。無理に決まってるからだよ、調べるだけ無駄。ねえ、あなたと私の子供なんだよ、すでに命が育ち始めているんだよ。本当に俺の子なのか。え、最近はご無沙汰だったろ。それにこれまでできなかったのに今になってできるなんて変じゃないか。それって何、疑っているわけ？だって俺は記憶がないぞ。酔っ払って帰ってくるたびに人を起こしてきたのは誰よ。俺は知らん。子供ができたことを喜ばないで私のことを疑っていたんだ。喜べるわけないじゃないか。しかも私が浮気しているって。お前はここ数年やけに化粧が濃いだろ。それはキララが高校入学して仕事を再開したからでしょ。遅くに帰ってくることもあるから怪しいとずっと思っていた。正社員にしてもらったんだもの、遅くなる時もあるわよ。相手は誰だ。浮気なんかしてません、正真正銘あなたの子です。信じられない。自分の妻が信じられないわけ？もう19年も一緒にいるのよ。19年だろうとなんだろうとそんなのわからないじゃないか。私もあなたのことがわからなくなった。互いにわからないなら離婚だな。え、離婚？ちょうどいいじゃないか、お互い性格の不一致ってことでさ。ちょっと待ってよ、そこまでしなくても。結婚当時は若かったけど最近はどんどんババアになっていくから一緒にいて辛いわ。そんなのお互い様じゃない。お腹タプタプだし人前で平気でへこくし。家族だもん、いいじゃない。女なんだからいつまでも若くて綺麗でいるように努力しろよ。ババアとこれから先ずっと暮らすかと思うとお先真っ暗だわ。そんなこと言うなんてひどいよ。だから離婚な。ちょっとキララは多感な時だよ、かわいそうでしょ。夫婦がうまくいってないのを見せるよりいいだろう。これまでうまくいっていたじゃない。そう思っていたのはお前だけだよ、俺はずっと我慢していたの。慰謝料も財産分与もなしな。何言ってるの。本当はずっと我慢し続けていたんだから慰謝料ももらいたいくらいだけど諦めてやるよ。財産分与もお互いに働いているなら必要ないじゃないか。そんな。ああ、キララは母親がいいだろ。大抵離婚の時は母親が引き取るよな。キララは絶対に手放さないけど養育費は払ってよね。でもお前働いてるし必要ないだろ。何言ってんのよ、これから二人目も生まれるのよ。え、まだ産む気でいたの。当たり前じゃない。二人目はさ、お前が産みたくて産むんだろ。誰の子かもわからないんだから自分で何とかしろよな。今月中には家を明け渡せよ。え、何？離婚の準備だよ、家の名義は俺だからな。まだ離婚って決めたわけじゃないじゃない。もう決まったの。勝手に決めないでよ。それにここを出てどこで暮らせばいいのよ、キララは学校だってあるのよ。そんなの自分で決めろよ。それとも浮気相手のところへ行くか。浮気なんかしてないって言ったでしょ。どうだかね。あなたは最近帰ってこないけど今どこにいるのよ。どこだっていいだろ。あなたには聞きたいことがたくさんあるの、だから帰ってきてよ。そんな必要はない、早く家を出て行け。なんでそんなに急がせるの。決めたからには早い方がいいだろ。だから私はまだ離婚を承諾したわけじゃないわ。急すぎるし、それに今つわりもひどくて辛いのよ。まだ諦めてなかったのかよ。命を諦められるわけないじゃない。ふん、あなたも諦めきれないのよね。は？9ヶ月なんだって。何のことだよ。幸せそうだったな。え？あゆみさんっていうのね、彼女。どこでそれを。今日私検診だったんだけど。まさか。そのまさかよ、産婦人科であなたが若い女性に付き添ってくるのを見るとは思わなかったわよ。何あれ、彼女の手を握って鼻の下伸ばしちゃってさ。それはその
私の妊娠は恥ずかしいけど、彼女の妊娠はいいわけね。だって、お前は高齢だろ。確かに高齢だけど、あんたも同じ。どっちも同じ父親で、子供が成人するときには父親はジジイよね。そんなことは分かっている。それなのに、彼女は良くて私はダメなのね。どっちも同じ命じゃない。うるさいな。昨日までは話し合って離婚しないで済むようにしたかったけど、もういい。離婚しましょう。あ、やっと離婚できるな。その代わり、慰謝料をもらうわよ。あなたからも、彼女からも。は？なんでだよ。慰謝料も財産分与もなしって言ったじゃないか。そんなの認めていないわよ。病院の帰りに弁護士も決めてきたから、いただけるものはすべていただきます。ふざけんな。何が弁護士だ。お前がめつすぎるぞ。妻も子供もいながら、よそで子供を作るやつにそんなこと言われたくない。お前働いてるんだから勝手に生きていけよ。彼女はまだ若いし、かわいそうだろ。私には関係ないもの。慰謝料の請求とかもやめろよ。金がなくなる。慰謝料の請求も財産分与も、二人分の養育費もきっちりもらえます。ババアになると金にうるさいな。金にうるさいと言われようがいいわよ。私は母親として子供二人を育てていく義務があるんです。そのために必要なお金はちゃんともらえます。ちょっと待てよ、そんなに怒らなくても。怒るよりも呆れています。義両親にも連絡したらびっくりされていましたよ。なんで実家に言うんだよ。これまでキララを可愛がってきてくれましたから。お母さんは二人目ができたことも知りませんでした。おい、両親がこういうことにうるさいの知っているだろう。そうですね、かなり激怒されていました。それでお父さんから私が養子にならないかと提案されました。なんで？養子になればお父さんの遺産を私ももらえるからですよ。一人っ子のあなたに丸々全部渡したくないんですって。まさか養子になるつもりじゃないよな。ああ、どうしようかな。やめてくれ、彼女に金使いすぎて貯金が全然ないんだよ。慰謝料や養育費渡したら俺が生活できないだろ。その上遺産も少なくなったら困るよ。あなたって子供たちの心配よりも自分の心配なのね。こんな父親いなくて正解だわ。頼むよ、金がないとこれから困るからさ。弁護士を立てるとかやめてくれよ。謝るからさ。なあ、勘弁してくれよ。私たちは離婚をし、私は慰謝料、財産分与、二人分の養育費すべてを請求。浮気相手へも慰謝料を請求しました。夫の慰謝料は義父が立て替えて一括で支払ってくれたので、それをもとに新たな生活を始めています。養子の件は私の両親も健在なので、せっかくですがお断りしました。今でも義両親は孫を可愛がってくれて、何かと助けてくれるのでとても助かっています。そしていずれは浩二に遺産を渡さないために全額寄付するそうです。浩二と浮気相手は一緒になったものの、生活にゆとりがまるでなく、険悪となり嫁に追い出されて行き場を失ったと聞きました。そして借金返済のための仕事に加え、夜は警備員をして寝る暇もないようです。私は子供を無事出産、キララに弟ができました。親子三人、これからはたくましく生きていきます。仕事まだ終わらないの？遅いよ、ご飯作ったのに。何時に帰るの？寂しいんだけど。ねえ返事してよ。今終わったばかりだよ、どうしたの？寂しい。今から残務処理して電車乗っても帰れるのは19時頃だよ。前の会社は17時退社だったじゃん。なんで18時になっちゃったの？そりゃ転職して勤務時間が変わったんだから仕方ないだろ。なぎこのこと好きじゃないんだね。またそれかよ。そんなことないよ、好きだよ。なんか適当に言ってる。愛してるよ。嘘だね。これ以上どう言えばいいんだよ。あ、今めんどくさいって思った。思ってないよ、早く仕事を片付けないと帰るのが遅くなるから。私の好きなところ10個言って。え、今？今すぐ早く。ごめん、時間がないんだ、人を待たせてるんだよ。誰なの？まさか女？同僚だよ、男。明日の打ち合わせをしないといけないんだ。同性愛者じゃないよね？そこまで疑う？私だけ見ててっていつも言ってるでしょ。なぎこしか見てないよ。浮気なんかしてないから心配しないで。寂しさで頭がおかしくなりそう。今日は料理教室に行ってたんだよな、気晴らしにならなかった？あんなのつまんない。ママ友に誘われて行ったけど、何が面白いのかさっぱりだよ。そっか。
私は高谷と一日中一緒にいたい。明日仕事休んでよ。無理を言うなよ。明日は大事な商談なんだ。私と商談どっちが大事？困ること聞かないで。比べられるものじゃないよ。家族がいるから仕事を頑張れるんだよ。いろいろ言い訳するってことは商談の方が大事なんだね。分かった、もういい。お薬たくさん飲もうかな。やめろって。前に胃洗浄して苦しい思いしたろ。だって高谷に愛されない人生なら終わらせた方がマシだよ。誰が愛してないなんて言ったんだよ。頼むから落ち着けって。じゃあどうやったら私のことだけ見てくれるの？この心にぽっかり開いた穴はどうやったら埋められるの？今度の休み、なぎこの好きなところに行こう。子供はお袋に預けるよ。本当？約束するよ。やった！じゃあ初デートのコースもう一度回りたい。またそれ？そんなんでいいの？あれがいいの。わかったよ。じゃあ日曜日楽しみにしてて。うん、早く帰ってきてね。僕は高谷、34歳の会社員です。5年前に凪子と結婚し、4歳の男の子がいます。最近転職し、前の職場より忙しいせいで妻に寂しい思いをさせていることは自覚しているのですが、妻はとにかく異常なほどの寂しがり屋でして、こんな調子で仕事中に LINE してきては構ってやらないと拗ねてしまうのです。いわゆるメンヘラというやつで、以前も大量の薬を飲んで救急車を呼んだことがあります。厄介なところもありますが、高谷と甘えてくるところも可愛いのも事実で、休日のデートでご機嫌が治るならと考えていたのですが、突然取引先からゴルフに誘われてしまい、今現在の商談に関わる大事な相手ということもあり、断ることができませんでした。これに腹を立てた凪子は想像を超える方法で僕を振り向かせようとしてきたのです。数日後、昨日幼稚園のパパさんとホテル行っちゃった。は？ねえ、嫉妬した？冗談やめろよ。本当だよ、証拠写真もあるよ。ねえ、嫉妬した？それが本当なら嫉妬するよ。いい気分なわけないだろ。やった、これで私のことが頭から離れないでしょ。ずっと私のこと考えてくれたらやめてあげるよ。どういう意味？一日中365日ずっと私のことだけ考えててほしいの。そりゃ無理だろ。結婚して5年も経ったら高谷冷たくなっちゃった。そんなことないよ、今は仕事が忙しいだけ。デートの約束してたのにゴルフ入れるなんてひどすぎる。私何時間も泣いたんだから。あれは悪かったよ、どうしても断れない相手だったんだ。仕事って言えば何でも許されると思ってるんでしょ、ずるいよ。そんなことよりさっきの話冗談だよな、浮気なんかしてないよな。本当だよ、ハルくんパパとホテル行ったの。つまらない冗談はやめてくれよ。高谷が嫉妬してくれるならいくらだってやるよ。冗談きついって。胸が苦しいでしょ、私の気持ち分かってくれた？私毎日そんな気持ちで家にいるんだよ。わかるけどさ、浮気するなんてひどいよ。今私のことで頭の中いっぱい？それってそんなに大事？俺はいつだって家族のことを考えてるよ。それじゃあダメなの？なぎこのことばっかり考えてて電柱にぶつかっちゃったことある？それはないけど、俺がどれくらい君のことを考えているかなんて説明のしようがないだろ。じゃあもっと浮気する。は？高谷と結婚する前によく3人で飲んでた陽介くん、あの人は私のこと好きだったよね。好きだったって言ってももう5年も前の話だぞ。まだ思ってくれてるかも、だから今も独身なのよ。確かに結婚はしてないけど。ハルくんパパはいまいちだから、次は陽介くんにしよっと。あのさ。何？俺のこと好きなんだよね。うん、大好き。そんなことすれば俺が傷つくとは思わないの？どうして？私は二人の愛を確かめるために自分を犠牲にしてるんだよ。俺はそんなことされるのは嫌だよ。深く傷つくし、なぎこを許せなくなるよ。意味がわかんない。仕事で私のことをほったらかしにしてる自分が悪いくせに、どうして私に責任転嫁するの？はあ、何言っても分かってくれないんだな。分からず屋は高谷の方だよ。君のことだけ毎日考えるから浮気するのはやめてくれないか。考えてたらゴルフなんか行かないよ。高谷のことなんか信用できない。もう勘弁してくれよ、これ以上どうしろって言うんだよ。浮気終わったらまた報告するね。もうやめてくれ。
数日後。陽介くんとホテル行ってきた。嘘だろ、本当にやったのかよ。やっぱり私のことを忘れられなかったんだって。マジで何考えてんの。私のことで頭の中埋まった。なぎこ、なぎこ、なぎこってなってる。私のことだけ考えてくれなきゃ次は離婚しちゃうぞ。お前マジでキモすぎ。いいよ、離婚しよう。え？へじゃねえよ。なんで？こんなに好きなのに離婚しなきゃならないの？2回も俺を裏切っといてよく続けられると思ったな。愛し合ってるのに離婚なんてやだ。愛し合ってるね。陽介を利用しといてよくもそんなことが言えるな。は？呼んでやるよ、特別ゲスト。陽介くん。先日はどうも。陽介、説明してくれよ、何があったのか。高谷、本当にすまなかった。謝罪はいいから説明だけしてくれ。それは私から。お前は黙ってろ。高谷、怖い。いきなりなぎこから LINE が来たんだ。高谷と離婚したから陽介くんと付き合いたいって。へえ。俺たちいつ離婚したんだっけ。高谷に確認すべきだったけど、お前らが結婚してから疎遠になってたし、今さら LINE するのもどうかと思ってさ。何よりラッキーって思ってしまった。お前はなぎこのこと好きだったもんな。結婚もできないし、何より彼女はいなくて寂しかったし、離婚してるなら問題ないよなって自分を言い聞かせて二人でホテルに行った。行ってない。さっき言ったって自慢げに言ってただろ。今さら何とぼけてんだよ。そこで離婚したんなら俺と付き合わないかって言ったんだ。うん。そしたら誰があんたなんかと付き合うかバーカって言われた。はあ、ひどいな。言ってない。お前は黙ってろ。ことが済んだ後に、本当は離婚してないことや高谷のことが好きで嫉妬させたくてこういうことをしたって聞かされたんだ。そうだったのか。お前もとんだ災難だったな。知らなかったとはいえ人の奥さんと。申し訳ない、慰謝料なら払うから請求してくれ。お前も被害者だよ。慰謝料を払うのはなぎこだけだ。はあ、なんで私が。世の中の常識を知らないのか。教えてやるよ。夫を裏切って浮気したやつは慰謝料っていう金を払うんだよ。やだよ、お金ないもん。なくても払ってもらう。その前に離婚したくない。じゃあ裏切るんじゃない。裏切ってない。あなたとの愛を確かめたかっただけなの。ハルくんパパにも話を聞いた。は？体の相性がいいとかで一度や二度じゃなかったそうだな。あいつには慰謝料請求をしてやるよ。それは高谷が私に寂しい思いをさせたから。ハルくんパパは自営業でいつも私のために時間取ってくれてたもん。じゃあハルくんパパと一緒になれよ。奥さんにも言っといたから、お前ママ友界隈でも終わりだな。なんてことするの、ひどすぎる。どこまで被害者面するんだよ。陽介くん、なんとか言ってよ。私このままじゃ捨てられちゃう。俺のことを騙しといて今さら何言ってんの。俺がお前の味方するとでも思った。やだやだやだ、みんなに嫌われるなんて耐えられない。一瞬でも浮かれてた俺がバカだったよ。こんなバカ女だと知ってたらあんなことはしなかったのに。高谷、本当にごめん。俺にも責任はある。1回目の浮気を聞いた時にちゃんと先方に確認してさっさと離婚しておけばお前に迷惑かけなかった。ごめんな。謝らないでくれ。俺はなぎこと離婚する。子供は俺が引き取る。仕事で忙しいあなたにどうやって子育てができるのよ。浮気女に育てられるよりマシだろ。しかも浮気するときは俺のお袋に預けてたんだから。それはお袋が言ってたよ。迎えに来るときにいつもお風呂上がりの匂いがするって。そんなことに気づいてたの。俺のことを振り向かせたいとか言いながら自分の欲求を満たしたかっただけなんだよ。本当に汚い女。高谷、そんなこと言わないで。なぎこ悲しい。今さら甘えたって無駄だ。高谷に捨てられたら私どうしたらいいのよ。だからハルくんパパに頼れよ。自営業で時間取ってくれんだろ。奥さんを追い出して私が居座るなんてできるわけないじゃない。世間体が悪すぎる。そこら辺の常識ぐらいはあるんだな。お願いだから離婚は考え直して。反省してるから。陽介、時間あるか。うん、空いてるけど。今晩うちに飲みに来ないか。このゴミクズは追い出すからさ。あ、いいね。
子供がいるから外出れなくて悪いな。構わないよ、俺酒とつまみ買っていくわ。助かる。え、ね、私の存在消した？子供さんは何食べるかな。唐揚げとか好きだな。オッケー。ねえ、私はどうすればいいの？今すぐ荷物まとめて出てけ。残りの荷物は実家に送る。そんなの無理よ。俺が帰った時にそこにいたら慰謝料の請求額倍にしてやるからな。そんな、私を見捨てないで。後日談。その後、なぎこは泣く泣く荷物をまとめて出て行ったそう。母は言うなと言われてたそうだが、実はしょっちゅう子供を実家に預けていたそう。俺の知らないことがまだまだあるのかもしれません。慰謝料は300万を請求。実家に借りて払ってくれました。今は実家への返済のため、昼も夜も働いているそうです。LINE はブロックしているせいか、なぎこから分厚い手紙が届きますが、読まずに捨てています。復縁は二度とありません。僕にはメンヘラは合わなかったみたいです。今は子供のために時間をしっかり作って向き合っていこうと思います。そのままずっと永遠に入院してなさい。あんたが目の前から消えてくれて毎日がすがすがしいわ。私を蹴って大怪我させたくせにそんな言い方ないでしょ。幼稚園に子供を迎えに行ったついでに体操してたらたまたまあんたに当たっただけよ。園庭で体操する人なんていないわよ。私が後ろにいるのを確認してから思い切り回し蹴りしてきたじゃない。ああ、いえばこういう口の減らない女ね。そういうところもムカつくのよ。昔っから変わらないわ。え、昔からって何？あんたのせいで私は高校中退する羽目になったの忘れたわけ？高校中退？最低な女。あんたって自分に都合の悪い記憶は削除しちゃうんだ。もしかして万引きがバレて中退した子なの？そうだよ。あんたが店の店員にチクらなきゃ私が高校を辞めさせられることもなかったのに、そのせいで人生めちゃくちゃになったんだよ。きっちり返してもらうからね。万引きはそもそも犯罪でしょ。店員にバレる前に万引きを止めようとした私を責めるなんておかしいわよ。結果的にあんたが私に声をかけたせいで店員に万引きがバレたんだよ。言いがかりはよして。万引きは常習的にしてたそうじゃない。私があそこで声をかけなくてもいずれは同じことになっていたはずよ。あの日のことが原因で私は人生を踏み外したのに何言ってんの。でもまさかあんたに仕返しするチャンスが巡ってくるとは思ってなかったよ。やっぱりわざと私を蹴ったのね。あんなにうまくボディに突き刺さるなんて最高の感触だったわ。そのせいで肋骨にひびが入って危ないところだったのよ。大怪我させといてそんな言い方ないでしょ。まだまだ復讐はこれからが本番なの。あんたをとことんまで追い詰めてやるわ。引っ越ししてきてよかった。神様っているんだね。まだ何かする気なの？次はもっと本気でいくわよ。一生立ち上がれないようにしてやるわ。私を恨んでいた人がいたなんて驚きました。娘と同じ幼稚園に通うママ友のはるみさんは数ヶ月前に引っ越してきたばかりです。初めて会った日から積極的に話しかけてきたので人懐っこい方なのだと思っていましたが、はるみさんは最初から私だと分かっていたのです。はるみさんは高校の同級生でしたがクラスは別だったのであまり交流はありませんでした。ある日万引きをしているところを見かけて私が声をかけた時に店員さんに捕まったのです。後で聞いた話によるとはるみさんは万引きの常習犯で、私が声をかけた日もすでに万引きをするのではと店員さんがマークしてたそうです。素行の悪さも目立っていたため高校は退学処分となったのを覚えています。まさかこんな形で再会するとは。幼稚園ではるみさんに突然蹴られて私はその場に倒れ込み入院することになってしまいました。これ以上何かされては困るため夫に相談し正式にはるみさんを訴えたのです。数日後今度ははるみさんの夫から LINE が入りました。数日後、うちの家内があんたを蹴って入院させたそうだが訴えても無駄だぞ。慰謝料もなしだ。なぜそんなことが言い切れるんですか。うちのは精神病で責任能力がないからな。罪にはならないんだよ。そんな素振り一度も見たことありませんよ。イチャモンつけるならこっちは精神的苦痛で慰謝料請求するぞ。はあ、私は蹴られたんですよ。大怪我して入院してるんです。それがハルミの症状なんだよ。急に顔つきが変わってまるで違う人になるんだ。
しかも本人はその時のことは覚えていない。先日晴美さんと LINE した時に自分が蹴ったと認めていました。本人が身に覚えがないと言ってるんだからどうしようもないだろ。そんなはずありません。晴美さんは昔から私に恨みがあると言ってたんです。その復讐をしたと LINE の履歴に残っています。そうか。最近じゃあどんどん症状がひどくなってイライラし始めるとそこら辺にあるものを蹴り始めるんだ。でもすぐに自分でしたことを忘れる。それの繰り返しだよ。はるみさんが引っ越してきてから3ヶ月そんな様子は全くなかったですけど。どうしても信じないつもりか。そんな症状が出るなら他の人まで被害を受けたら大変です。本当に責任能力がないか証明してください。診断書があるから見るか。もうお手元にあるんですね。準備が良すぎませんか。万が一に備えて夜間の診療を受けてきたんだよ。拝見しますのでお送りください。そうだな、その方が一目瞭然だ。はるみさんの病気の件に加えて診断書が送られてくることも弁護士にも伝えておきます。これでうちの家内に責任の能力がないことがわかるだろう。次の日、診断書が弁護士の元に届いて、今私も病室で確認させてもらいました。うちの家内はずっとそこのクリニックで見てもらってるんだ。そうですか。これでわかっただろ。精神病でずっと患っている家内を訴えても無駄だぞ。兄が精神科医なのですが、この診断書は偽造だと言っています。病院によって診断書の形式が違うんだよ。医者のくせにそんなことも知らないのか。それとも見えすぎた嘘をついて俺を欺こうとしてんのか。この診断書に書いてある精神科のクリニックは私の兄がやっているところです。え、兄は精神科医でもあり経営者でもありますので、全ての文書やカルテに目を通しています。兄は晴美さんを診察したこともなければ診断書を書いた覚えもないそうです。ゆうべは違う医者だったんだ。嘘の上塗りはいけません。兄のクリニックは夜間は診療を受け付けていませんよ。しかも診断書に書いてある医師は兄のクリニックにはいませんけど。俺は晴美に頼まれて LINE しただけなんだ。だから俺は悪くない。嘘がバレた途端に責任転嫁するんですか。診断書を送ってきたのもあなたですよね。俺は晴美に操られているだけなんだよ。嘘じゃない、本当なんだ、信じてくれ。そうは思いませんけど。これ劣気とした犯罪ですよ。弁護士に見せたら私文書偽造で有罪決定だそうですけど。言う通りにしないと晴美に蹴られるから仕方なく送ったんだ、分かってくれよ。そんな言い訳が通用するわけないでしょ。晴美とは離婚する。だから俺のことは見逃してくれ。訴える私が言うのも変かもしれませんが、晴美さんとはその程度の絆なんですか。別に未練はない。こっちに引っ越してきたのも晴美が気に入らないママ友を蹴り倒して住んでいられなくなったからなんだ。過去にもそんなことしてたなんて、道理で手慣れてるわけですね。私への連絡も偽の診断書の作成も早かったですし。晴美に責任能力がないといえば大体の人は引き下がるし、こっちが精神的苦痛を与えられたといえば慰謝料をもらえることもあったから。なんて人たちなの、許せないわ。あ、でもあんたに怪我をさせたのは家内がやったことだから、それだけは分かってくれよ。そうですね。実際に私を突然蹴ったのは晴美さんです。しかも初犯じゃないなら罪は重くなりますね。だったら晴美と直接話をしてくれ。俺は利用されただけだ、分かってくれよ。私にも慰謝料請求しようとしてましたけど。全部晴美が仕組んだことだ。その話が本当かどうか晴美さんに確認しないといけないですね。私は今から主治医の回診があるので後ほど連絡します。2時間後。あんたのせいで旦那が私に離婚届を叩きつけて出て行きやがった。どうしてくれるんだよ。慰謝料請求するからな。なんで私が慰謝料請求されるのよ。あんたのせいで旦那が出てって離婚することになったからだよ。本当に意味がわからない人ね。訴えられるのも慰謝料を払うのもあなたなのよ。私は心を患ってんのよ。本当に精神病なの。突発的に蹴っちゃうのよ。そっか、それは大変だね。やっと分かってくれたか。ああ、このまま罪を背負うことになったらどうしようかと思ってたよ。じゃあまずはあなたの病状がどのくらい悪いのかを確かめるために今すぐ兄のクリニックに受診して。住所送るよ。え？突然人を蹴るような症状がある人をほっとけないでしょ。兄には連絡しといたから、すぐにクリニックを受診して。いや、今は症状落ち着いてるから受診はしなくて大丈夫。きちんと治すには早めの治療が肝心よ。このままじゃまた他の人に迷惑かけちゃうもの。
でも今日はやめとく。気乗りしないから。あら、それは重症ね。クリニックの看護師さんに迎えに行ってもらうわね。え、普通看護師が迎えに来ないでしょ。特別待遇にしてあげたの。入院の必要があるようなら医療連携している病院にすぐにでも入院できるように頼んでおくわね。ちょっと話を勝手に進めないでよ。遠慮しなくていいって。私のせいで人生踏み外したんでしょ。このくらいさせてよ。入院はしなくて大丈夫。それは診察しないと分かんないわよ。クワイエットルームも必要かな。嘘なの、心は至って健康です。そうなの。じゃあ傷害罪で訴えるわね。あと慰謝料も請求するわ。病院に入院するよりはマシだけど、私の罪なんとかなりませんか。ならないわよ。治療費も請求するからかなり高額になるけど、しっかり払ってね。あと診断書を偽造したのは、はるみさん、旦那さん、どっち。偽物の診断書を作ったのは旦那です。本当に。嘘ついてるとそれも罪になるけど大丈夫。私は頼んだだけなんです。分かったわ。後で夫から連絡させるわね。夫。ああ、言ってなかったわね。私の夫、弁護士なのよ。そうなんですね、まさかの新情報。旦那さんの訴状は自宅に送ればいいわよね。ああ、はい。あれ、おかしいわね、旦那さん出てってないの。いや、その嘘を上塗りすると罪重くなるかもしれないわよ。すみませんでした。離婚するって言えばあんたが私に同情してちょっとは考えてくれるかもと思ったんです。浅はかね。お願いですから訴えるのやめてください。土下座でも何でもします。ここまでされて許すわけがないでしょ。あなたたちがやった罪は全部償ってもらいます。もちろん慰謝料と治療費もちゃんと払いなさい。今捕まるとまずいんです。どうしてよ。万引きで捕まって猶予中なので。まだその癖が抜けないのね。一度檻に入ってちゃんと反省しなさい。それだけは本当に勘弁してください。ここであったが運の尽きだったわね。あなたが犯した罪、悔い改めなさい。後日談。はるみさんと旦那さんは私にしたようなことを過去に繰り返していたため、裁判の結果刑務所に入ることになりました。檻の中で反省してくれるといいのですが、この先どうなるのでしょう。お子さんははるみさんのご実家で面倒を見ることになったそうです。私は怪我も順調に治り、今日は久しぶりに家族でピクニックの予定。はるみさんと旦那さんがお子さんのためにも更生してくれることを願います。あんたみたいな人がうちの嫁だなんて私は認めませんからね。匠と別れなさい。え、お母さん、先ほど結婚の挨拶に伺った時はそんなこと一言も。当たり前でしょ、匠の前じゃこんなこと言えないわよ。大事なことなのでちゃんと匠くんの前でもお話ししてほしかったです。あのね、これは匠のためを思ってのことなの。あんたも匠に幸せになってもらいたいなら私の言うことを聞きなさい。それはどういうことでしょうか。うちが会社を経営していることをアスカさんも知ってるでしょ。その会社はいつか匠が継ぐことになるわ。そうですね。会社がうまくいくために嫁はあんたじゃない方がいいの。どうしてですか。大手企業であるウトガリアコーポレーションとの付き合いをうまく進めるためには、そこの令嬢さんと匠を結婚させるのが一番いいのよ。つまり制約結婚をさせたいってことですか。まあそうね。本当はそこの親会社の株式会社奈良うよさの令嬢が第一希望なんだけどね。そこの娘はもう結婚が決まってるらしくて。政略結婚すれば匠くんが幸せになると本気で思ってるんですか。そうよ、私も生涯安泰だろうし、親孝行させることも匠の幸せよね。お父さんは何とおっしゃってるんですか。もちろん私と同じ意見よ。そうですか。アスカさんってフリーターなんでしょ。そんな貧乏な子うちにはいらないのよ。確かにフリーターですが、それはいろいろな職を体験してみたいからで、貧乏じゃないですよ。そんな言葉誰も信じないわよ。匠との結婚だってお金目当てなんじゃないの。断じて違います。あんたと結婚してうちの匠のレベルが下がるのは絶対に避けたいの。だから余計なことは考えずにちゃんと別れなさいね。無理ですよ、そんな簡単に別れられません。お母さんが反対ならとりあえず匠くんと話してみないと。バカなこと言ってんじゃないわよ。匠にそんな話したらあの子のことだから気を使うでしょ。だからあんたから別れを切り出しなさいって言ってるの。
とにかくお母さんは結婚に絶対反対なんですね。そうよ、だからお母さんなんて呼ばないで。わかりました、少し考える時間をください。考える時間なんていらないでしょう、結果は決まってるんだから。またご連絡します。私の名前はアスカ、27歳でフリーターをしています。最初は会社員をしていたのですが、もっといろんな経験がしてみたくて2年前に退職して、今はアルバイトとして様々な職種に挑戦しています。 LINE の相手はたくみくんのお母様ののりこさんです。午前中に結婚の挨拶をしに行ったのですが、終始笑顔で話を聞いてくれて、たくみをよろしくねと声をかけられたこともあり、この LINE には驚きを隠せませんでした。あの笑顔が全部嘘だったんだと思うと、人って怖いなという感想しか出てきません。そしてさらにその怖さがにじみ出る出来事が私を待っていたのです。まだ匠に話してないよね。嫌な目に遭いたくなければ早く婚約破棄しなさいよ。もしかして私の携帯に無言電話をしてくるの、のりこさんですか？いい感じに迷惑でしょ。これくらいなら耐えられます。あっそ、ならもっとレベル上げてやるわよ。嫌がらせのですか？まあそういうことね。どんなのにしようかしら。こんな子供じみたことはやめてください。あんたが早く手を引かないからいけないんでしょ。匠だってこれだといつまで経っても幸せになれないわ。政略結婚して幸せになりたいのはのりこさんでしょ。会社を大きくしたいからって息子を使うのは間違ってますよ。うるさいうるさい、やっぱり痛い目見せてやらないとわからないみたいね。何をする気ですか？あんたの親の会社教えなさい。うちの会社で潰してやるから。親は関係ないですよね。いいや関係ある。こんなダメな娘を生み出した親の責任よ。私利私欲に会社を使おうとしないでください。今さら焦っても無駄だからね。いいから親の会社教えなさい。クレームの電話も入れてやる。私の父は株式会社習うよさで働いています。え、そこって私がこの間話してた大手企業じゃないのよ。結構いいところで働いてるのね。まあどうせ平社員でしょうけど。そこの社長とは少しだけご縁があるのよ。私は直接話したことはないけど、口添えすればあんたの親なんて一瞬で解雇になるけど、どうする？あの、大変申し上げにくいのですが。何よ。私の父がそのウトガリアの社長なんですよね。はあ？だからのりこさんの第一希望の令嬢は私ってことですね。え？あ、は？嘘でしょ？関係があるならウトガリアの社長の名字くらい知ってますよね。確か今宮だったような。そうです。そして私の名字も今宮です。結構珍しいのですぐわかると思ったんですけどね。ああ、あらららそうだったの。いや驚きすぎて言葉も出ないですか？いやなんていうかよかったわ。はい。あなたがうちのお嫁さんになってくれるなんて本当に嬉しいわ。道理で品があって可愛らしい子なわけだわ。何を言っているんですか？これで匠も幸せになれるし会社もうまくいくで万々歳ね。手のひら返しがすごいですね。あれだけ私は嫁にふさわしくないと嫌がらせまでしてきたくせに。いやそれは申し訳なかったわね。でも今はもう違うわよ。うちに来るのは大歓迎。そのことですけど、のりこさんのお望み通りお嫁に行くのをやめました。え、何それ？どういうことよ。そのままの意味ですけど。じゃあ匠はどうすんのよ。あなたのことが好きなのよ。急に捨てるなんてかわいそうだと思わないの？いえ、匠くんとは結婚します。うちに婿入りしてもらうことになりました。はあ？うちの両親と匠くんと話し合った結果です。いい時期にうちの会社を継いでもらおうとも父は考えているみたいです。はあ？何勝手なこと言ってんのよ。匠はうちの会社を継ぐのよ。たくみくんはうちの会社で働きたいと言っています。何よそれ。前々からうちの会社経営には疑問があるとたくみくんも言っていましたしね。嘘よ、あの子がそんなこと言うわけない。のりこさんにもたくさん不満があるみたいですよ。私に？私はあの子を大事に大事に育ててきたのよ。
今まで彼女を紹介しては別れるように仕向けてきたみたいですね。それからはこっそり付き合うようになったけど、それでもどこからか突き止めては邪魔をして大変だったって。それは匠が変な女に捕まらないように守ってあげてただけでしょ。それはただのエゴですよ。婚約者にまでこんなことをするとは思わなかったと、とても悲しそうでした。匠、電話しなくちゃ。あ、多分無理ですよ。え？もう親とは絶縁すると言っていました。電話ももう繋がらないと思います。あー、本当だわ。どうしてよ、そこまでされる覚えはないわ。それと匠くん、お姉さんいますよね。あー、さやかのこと。女だから会社が告げないクズだって言ってひどい扱いをしていたらしいじゃないですか。だってあの子どんくさいし、私たちは男の子が欲しかったんだもの。高校卒業してすぐに家を出て行って、あなた方と絶縁したらしいですね。今さやかさんが何をしてるか知ってます？知るわけないでしょ、あんな出来損ない。うちには必要ないもの。今アパレルブランドを立ち上げて社長としてバリバリ働いているそうですよ。え？社長？今度たくみくんが紹介してくれるっていうので楽しみです。あの子嫁いでるの？私にも会わせてちょうだい。ほら、お金があると知った途端にこうなるから子供に絶縁されるんですよ。うるさいわね。あんたに関係ある？え？じゃあ関係ないみたいなので私もこれで失礼しますね。待ちなさい。今までのことはなかったことにしてあげるから、うちにお嫁に来なさい。え？私たちにはなかったことにはできないので、嫁ぐことはできません。分かったわ、謝るわよ。ごめんなさいね。うん、すみません。もう謝られても無理です。うちの父もお宅とは関わりたくないって言ってますので。それってどういうこと？会社の付き合いってこと？まあそれもそうですね。そちらの会社はいろいろと問題があるようなので、市場じゃないことをご理解ください。お父さんにも謝らせるから、これからもよろしくしてちょうだい。お願い。よろしくできません。それでは堂々巡りになりそうなので、これで失礼します。さようなら。待って、実は前から会社の経営が危ないのよ。助けてちょうだい。あと匠を返して。アスカさん、ブロックしちゃったの？お願い、返事をして。LINE は一応ブロックしていなかったのですが、あれからずっと通知が来てうんざりしました。結果的に匠くんは両親と絶縁し、うちに婿入りすることになりました。仕事については、向こうの会社は前から不穏な噂があったらしく、完全に取引を拒否しました。今倒産の危機らしいです。のりこさんは老後の幸せを手に入れるのに必死で、さやかさんを探したり、うちの会社に乗り込んできたりしたので、警察に通報してやりました。今はおとなしくしてるみたいです。私たちはというと、それから無事席を入れ、こないだお姉さんにも挨拶をしてきました。たくみくんはうちの会社に転職し、今はバリバリ働きながら私との新婚生活を楽しんでいます。ダウン症でモデル？親子揃って頭がおかしいのかしら。アホが映るから人気モデルのうちの娘に近寄らせないで。はい？ヘラヘラ笑っているだけの障害者がモデルなんかできるわけないでしょ。さくらみたいに超可愛い子だけに与えられた特権なのよ。確かにナナはダウン症ですけど、本人が目指したいって言ってるんで頑張らせてあげたいんです。だいたいスタイルがいいだけで、あと何にもいいところないでしょ。できるわけないわ。ナナは笑顔が抜群にチャーミングなんですよ。ニタニタした薄気味悪い笑いなんて気色悪いわ。スタイル良くても姿勢悪いし、そばに寄られるだけでも嫌。そんな言い方しないでください。さくらはね、小学生に大人気のトップモデルなの。あんな子がそばにいたら変な影響を受けるでしょ。絶対にそばに寄らせないで。でも二人は仲がいいですし。さくらはね、可愛いだけじゃなくて性格も抜群にいいから、かわいそうな子を見ると優しくしちゃうのよ。でもダウン症が移りでもしたら困るでしょ。ダウン症は移ったりしません。わからないでしょ。それでなくても最近さくらがナナちゃん可愛いとか言って喋りを真似することがあるのよ。そうなんですか。可愛いと言ってくれるのは嬉しいですね。冗談じゃない。子供はそれだけ影響を受けやすいってことよ。今すぐモデルなんてバカな夢を見るのはやめさせて。いいじゃないですか、
ナナが夢を見たって、そのために一生懸命頑張っているんですから。頑張ればいいってもんじゃないのよ。それはそうですけど、親として応援したいんです。ダウン症だからって夢を諦めさせたくないんです。それって障害者はかわいそうだから分かってくださいってやつ？障害者ってだけで甘く見てくれると思って世の中舐めてるんじゃないの？モデルはそんな甘いもんじゃないの？そんなことはないです。さくらちゃんがものすごく頑張っていることも知っています。ナナもさくらちゃんを見てモデルになりたいって目指し始めたんです。あのね、さくらはカリスマ性があるの。いずれ世界のトップモデルになって、いつか世界中のランウェイを歩くようになる子なの。さくらちゃんなら本当に叶うかもしれないですね。絶対に叶えるの。これから絶対そうなってもらうのよ。でもそれってさくらちゃんが自分で言っているんですか？さくらちゃん、将来は学校の先生になりたいって言ってましたよ。さくらはまだ子供だから何もわからないのよ。だから親が正しい道を指し示してやらないとね。子供は親の言う通りについてくればいいの。そうでしょうか。今は本人も楽しんでいるようなのでいいですけど、将来のことを本人の意思でなく親が決めるんですか？当たり前でしょ、親なんだから。親はね、子供に有益なものだけを与えるの。だからあなたの娘のようにダウン症で薄気味悪い子は害悪だからそばにいないでほしいの。わかったかしら？そんな。私の名前は陽子、43歳です。今年小学校に入学した娘のナナは、生まれてすぐにダウン症、正式にはダウン症候群と診断されました。生殖体の異常が原因とされるダウン症は、筋力の弱さや知的能力の遅れのほか、たくさんの症状が出ると先生から説明された時は、目の前が真っ暗になり、最初はナナを育てていける自信が持てませんでした。ナナの養育のことで夫ともたびたび口論になり、夫はナナが3歳の時家を出ました。今はナナと2人暮らしをしています。夫がいなくなり失意のどん底に。でも私はナナの明るいとびきりの笑顔に救われたのです。そのナナが近所の仲良しのお友達さくらちゃんを見て、モデルをやりたいと自分から言い出したのです。私はこのナナの夢を何とか少しでもいいから叶えてやりたいと、そう願っています。なのにママ友のサラさんはお分かりのようにかなり性格のきつい方、本当はあまり関わりたくないのですが、そうもいかず、このサラさんがさらにとんでもないことをやりだしたのです。ナナちゃんがカピバラタウンのファッションショーに出るって本気なの？そうなんです。ショッピングモールなので誰でも参加できるからってさくらちゃんが教えてくれて、応募したら出演が決まったんです。やだ、さくらから聞いたの？あの子余計なことをして。余計なこと？ナナにとっては最高のことですよ。やっと夢のモデルデビューです。素人の参加賞に出たってモデルになれるわけないじゃないの。そんなこともわからないの？もちろんそうですけど、でも嬉しくって親子で大喜びです。そのショーにさくらが特別ゲストに出るけど、絶対に話しかけたりしないで。なんでですか？当日のポーズのつけ方とかをさくらちゃんに教わることになっているんですけど。やめて！さくらと勝手に連絡を取り合わないでよ。近寄らないでって何回も言ったでしょ。でも同じタワー内ですし、仲がいいのにそんなことできないですよ。だったら引っ越しなさい。え？そもそも新ママにこのタワーマンは不釣り合いでしょ。なんで貧乏なのに住めるのよ。そんな、ここは夫から慰謝料代わりにもらいましたので。道理でね、あなたみたいな貧乏新ママに変えるわけないって思っていたのよ。貧乏ってそんなことないです。ちゃんと仕事もしていますし。障害者を抱えた新ママは貧乏に決まってるでしょ。ああ、それとも養育手当とかたくさんもらえちゃうの？障害者いるとそれで生活できるのか。ひどすぎます。確かに養育手当ももらっていますが、月に2万もいかないですし、それはナナの病院代にしか使っていません。あら、ムキになるってことは本当はものすごくもらっているのね。なら引っ越すお金くらいあるでしょ。今すぐこのタワマンから出て行って、そして二度と私たちの前に現れないで。そんなの嫌です。それならここにいられないようにしてやるわ。覚悟しなさいよ。ちょっと、なんであんたの子がファッションショーに出演しているのよ。今日の出演者の一人ですから当然です。とうとうナナがランウェイを歩くなんて夢みたいです。今すぐ出演を取り消して。
嫌ですよ。ナナも楽しみにしていますもん。だいたい、なんで今日出演できているのよ。おかしいわよ。ああ、妨害のために随分と裏工作していただいたようで、ありがとうございます。え？何のことかしら。私は知らないわ。カピパラタウンの担当者に出演させるなと電話したり、さくらちゃんのモデル事務所にも障害者と一緒に出演は嫌だとだいぶごねたそうですね。なんでそれを。カピバラタウンの社長さんが教えてくれました。え、社長が。カピバラタウンの社長さんのお子さんもダウン症なんだそうです。だからどうしてもナナに出演してほしいと直接連絡をいただきまして、サラさんがごねるならゲストをさくらちゃんではなく他の方にしてもいいとまで言ってくれたんですよ。何よそれ。それで事務所も何も言わなかったのね。幸いさくらちゃんもゲストで出られたのでナナは大喜び。あんた、タワマンだけでなくこの町から出て行ってよ。さくらに悪影響しか及ぼさないわ。私をタワマンからの追い出しに失敗したら今度は町から出て行けですか。うるさいわね。さっさと出て行け。タワマン内のエレベーターやエントランスに障害者は出て行けってビラを貼ったのはサラさんですよね。何言ってんの。他にも同じように感じている人がいたんでしょ。タワマンの管理組合で問題になって防犯カメラを確認中みたいですよ。え？防犯カメラのこと忘れてましたか。誰がやったかきっとすぐにバレちゃいますね。それはそもそも気味の悪い障害者がいるからいけないのよ。この世からいなくなればいいのに。ひどい。そこまで言います。生まれつき障害を持っていなくても交通事故とかであなたや身近な人が突然障害者になる可能性があるんですよ。分かっていますか。そんなのなるわけないでしょ。私には関係ないわよ。そこまで断言できるとはある意味すごい。さっさと出演辞退しなさいよ。絶対にしません。さくらのためなのよ。人気モデルのさくらが障害者が友達なんて世間に知られたらイメージがダウンするわ。何言ってるんですか。今の時代そんなことを思う人の方が少ないと思いますけど。やめてよ。私はさくらのために薄気味悪い障害者なんかそばにいてほしくない。いい加減にしてください。薄気味悪いって何ですか。他人と見た目が違っても障害があっても同じように感情を持って笑ったり泣いたりして一生懸命に日々を生きているんです。同じ人間なんです。嫌よそんなの。私は認めたくない。お母さんやめて。私はナナちゃんと一緒に出たいの。え？お母さんが私のことを思って一生懸命なのは知ってるよ。でもね、私はナナちゃんが大好きなの。大切なお友達なの。そんなこと言わないで。もしかしてさくら。すみません、先ほどからさくらちゃんが私の LINE を横から見ちゃってどうしてもお母さんに伝えたいというので。さくらがなんで。あんたと一緒にいるのよ。マネージャーと一緒のはずよ。ナナのメイクをしてくれるってさっきから一緒にいたんです。そんな。ナナは今日のショーに出演します。いいですよね。ええ。あとこれは終わってから伝えようと思っていたんですが、ナナは今度カピバラタウンの専属モデルをやることになりました。嘘だって。カピバラタウンって全国に98店舗もある大手よ。はい、多様性のあるダイバーシティを目指す企業としてぜひナナにモデルをやってほしいと言ってくれたんです。そんな。さくらだってまだそんな大手との契約はないのに。ありますよ。カピバラタウンの社長さんはもともとさくらちゃんを起用する予定だったそうです。そうなの。やったわ。でも母親のサラさんの言動を知って白紙にすると言っていました。そんな。ダメよ。せっかくのさくらのチャンスなのよ。なんとかならないかしら。お願い、陽子さんからも社長さんに頼んでもらえないかしら。私に言われても。お願いよ。私の夢なの。さくらをもっと一流にして世界に通用するモデルにしたいの。サラさん、それはさくらちゃんの夢ですか。え？自分の夢や価値観を子供に強引に押し付けたら子供がかわいそうですよ。だって私はずっとそれを夢見ていたのよ。そのために金持ちでそこそこ顔のいい夫をゲットしたんじゃない。そこから計画していたんですか。当たり前よ。ねえ、社長に私を会わせて。何が何でもさくらを専属モデルにしてみせるわ。お願いよ。私に紹介して。頼むわ。
その後結局さくらちゃんもカピバラタウンの専属モデルになることができました。でもその条件はサラさんが現場に一切ついてこないことというものでした。これは事務所にとっても現場でいつもマネージャーの邪魔をするサラさんがいなくなってよかったようです。また管理組合からこれまでのことがご主人に全て伝わり、二人は結局離婚。さくらちゃんを心配した父親が親権を持ち、サラさんは実家に追い返されたとか。サラさんは今交通事故で車椅子になったお父さんと介護度の高いお母さんの世話をしているそうです。ダウン症でモデルを目指して頑張っている人は実際に日本にもいます。またアメリカではすでに活躍しているジャックさんがこんなことを言っています。ダウン症だから注目を浴びるのではなく、いつか彼らが活躍することが普通の世界になる、そう私たちは信じて突き進んでいきたい。いつかそんな日が来るといいですね。